2021明治安田生命 J2 リーグ第6節、この時間はレノファ山口 FC VS 栃木 SC の一戦をお伝えします。舞台は山口県山口市に位置する維新ミライフスタジアムです。昨日までは山口市、春の陽気と日差しを感じられていたのですが、今日は朝から雨が降っていました。今雨は止みましたが、手元の温度計16度、ただそれ以上に寒さを感じる強い風が吹いています。さあ、実況席、今日の解説は仙台、千葉、広島で活躍されました中島浩二さん、レポーターは徳田智代さん、実況は奈良崎瑠衣でお送りいたします。中島さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは J2 リーグ順位表から見てまいります。ボトムハーフから、ホームの山口、前節はアウェーで岩田に勝ちました。待望の8勝利を挙げ、勝ち点3を加えて16位。アウェー栃木は3連敗があったものの連勝で15位、勢いに乗っています。そしてトップハーフ、開幕から5連勝した新潟、琉球がそれぞれ勝ち点で頭1つ抜けています。琉球は昨日引き分けましたので勝ち点1を加えて16、1位になっています。さて、今日の維新ミライフスタジアム、朝からあいにくの天候ではありましたが、ただホーム初勝利を期待する山口サポーター、そして3連勝を期待する栃木サポーターの姿も見えます。さあ、中島さん、山口は前節岩田を相手に今シーズン初めて先制点を奪って、はい、そして後半は猛攻を受けながらも見事に逃げ切ってのシーズン初勝利ということでした。そうですね、ここ勝つまではね、立ち上がりがあまり良くなくて、先に失点してから難しいゲームも多かったんですけれどね、その岩田戦では2得点もできましたし、先にできたので、それがね、非常に良かった点ですよね。はい、で一方のアウェー栃木ですが、開幕こそ、少しつまずきもありましたが、ただ山形、愛媛を破って連勝、栃木らしいアグレッシブな守備機能してますよね。そうですね、徐々に良くなってきて、相手の良さも消しながら自分たちのストロングも出して、連勝できてますからね、いい状態で乗り込めましたよね。さあ、それではその両チームスターティングラインナップをご覧いただきましょう。まずはホームの山口から、前節とメンバー変わっていません。ゴールキーパー関健太郎、ディフェンダーは石川博人、渡辺博文、楠本拓実、沢井直人、中盤は高井一馬、佐藤健介、田中陸、高木大輔、そして前線は小松蓮と草野となっています。そしてアウェーの栃木です。こちらも前節とメンバーへ変わりはありません。ゴールキーパー川田修平、昨日誕生日でした。そしてディフェンダーは母屋ゆくと、小野寺健也、柳安隆、大島幸喜、中盤は森俊樹、西谷祐希、佐藤翔、そして山本蓮、前線はジュニーニョ、そしてこちらも明日が誕生日、37歳矢野貴章です。さあ、それでは今日の試合の注目選手、まずはホーム山口は草野祐希を挙げていただきました。はい、小柄ですが、相手のところに入ってボールをキープするのも得意ですし、スペースに流れてボールを引き出し、攻撃に深みを出せるプレーですね。はい、今日のピッチコンディションではより、スペースへの動き出しがポイントになりそうなので、注目したいです。前節ゴールを決めています。そしてもう一人、背番号46番高井一馬です。はい、前の試合では、1得点1アシストと、結果を残しましたので、やはり、彼の活躍なしではレノファーが上位に行くことはできないと思いますので、今日もゴールという結果にこだわったプレーに期待したいですね。2人とも2戦連発なるでしょうか。それでは山口、渡辺進監督のインタビューをお聞きいただきます。まずは前節の勝利がチームにもたらしたもの、どんなことと感じていらっしゃいますか。多少なりとも自信を持てていると思います。1週間の準備でも非常にこう選手が意欲的に前向きに取り組んでいる姿も見られたので、やはり勝利というものをもたらす力が大きいなというものを改めて感じました。一方で前節は課題も多く残ったゲームだったと話をされていましたが、その部分を含めこの1週間どんなトレーニングを行いましたか。やはりマイボールのところのクオリティだったり、判断のスピードだったり、ポジショニングのスピードだったりというところはまだまだ足りないので、特にそのクオリティのところですよね。1日2日練習やったからってうまくなるとは思わないんですけども、とにかく意識からしっかり変えようというところは口酸っぱく言いました。その練習の手応えというのはどうでしょう。いや、この1週間で質が一気に上がるのであればこんなに耐えやすいことはないんですけど、そこは粘り強く根拠よくやっていきたいと思います。ただ今日はもうこのピッチコンディションなので、どれぐらい自分たちがやりたいこととやるべきこと、それをしっかり整理できるかが重要かと思います。今日は対栃木ですが、印象と攻略のポイントを教えてください。非常にパワフルですし、アグレッシブですし、とにかく迷いがないチームだという印象です。続いてアウェーの栃木、注目選手矢野貴章を挙げていただきました。はい、
前線でね体を張ったり素早いプレスやスペースの動きといったね栃木のスタイルに欠かせない選手ですがね、明日は37歳ということですけどね、はい、本当にこの年齢でこのプレーができるというのはね驚きです、そしてもう一人挙げていただきました、こちら対照的にルーキーの主谷由久人です、はい、左足からね精度の高いキックでセットプレーのキッカーとしてねチャンスやゴールも多く演出してますし、ロングスローもねできたりとね栃木の攻撃の大きな武器が加わったという感じですね。ここまで2アシストです。それでは栃木田坂和明監督のインタビューをお聞きいただきます。今チームは2連勝中ですけれども雰囲気どう感じてますか？まあいつもと変わらずだと思います。はい、特にこの2戦は守備の部分こう選手も迷いがなくなったような印象を受けるんですけれども、どのようなアプローチをされているんでしょう？まあ、我々らしいサッカーというのはやっぱりいい守備からいい攻撃なんで、まあ、そこのところで守備の強度というのはこの2試合高めつつあります。そして今日の相手は山口となりますけれど、今年の山口どのように分析をなさいましたか？まあ、監督さんが変わられてですね、少しサイドを使った攻撃だったりとかポジショナルプレーが多いのかなっていう印象は受けてますけど、まあ、今日はちょっとピッチコンディションがどうか分かんないんで、その辺は今日の試合はやってみなきゃ分かんないところあります。そういった面ではその過去の例もあるように、まあ、どのように出てくるか分からないというところもあると思いますが、まあ、戦い方のポイントってどこになりそうでしょう？まあ、我々らしいサッカーはどれだけできるかでしょうね。相手のやり方とかピッチコンディションは我々コントロールできないところなんで、まあ、我々がコントロールできるのは栃木らしいサッカーをどれだけできるかっていうところなんで、まあ、そこを注視してやりたいなと思います。3連勝がかかるゲームだと思います。今日一番大事になることを教えてください。まあ、切り替えとか球際とかっていうところは勝負になると思いますので、まあ、そこは先ほど言ったように我々らしいサッカーをしたいなと思います。さあ、前節強敵岩田を破り渡辺新体制待望の初勝利を挙げた山口、そして連敗スタートも2連勝、全員がハードワークするまさに栃木スタイルを取り戻した栃木、いずれもまあ前節勝ってさらなる勢いを得たい両チームの対戦、過去5試合の対戦、中島さん、実はこの2年ホーム山口はアウェー栃木に勝っていないんですね。そうですね、ちょっと苦手としている感じですね。はい、さあそのホーム山口、渡辺監督のコメントの中にもありましたけど、そのピッチコンディションの問題もありますよね。そうですね、やってみないとわからないんですけれども、まあ、ボールが、ね、場所によっては、ね、止まったりするような箇所も見られたので、まあ、その辺どういう戦い方を踏まえてどういう戦いをしてくるかっていうのは、ね、注目ですね。あくまで相手の土俵には立たないようにというふうに渡辺監督もお話しされていました。さあ、一方でアウェーの栃木ですが、田坂監督、山口の印象の話の中で、もともと技術のある選手が集まっているので、ボールを動かしながら隙をついてくるだろうと話しています。ただ圧巻のこの栃木の、ストーミングですか、この栃木スタイル、これをまた、お客さんも少し楽しみにしているところもあるのかなと思いますけども、やることははっきりしてますよね。はい、で、結果もついてきてますので、やることも変えずにその強度をどんどん上げてはっきりして結果がついてきているので、よりこのゲームでもね自信を持って入れるのかなっていうことはありますよね。ベテランの、先ほど注目選手に挙げていただいた矢野貴章選手も、自分たちはこうやって戦って勝つんだという感覚が分かってきたと、まずは相手がどこであってもこれを貫くことというふうに試合前に話をしていました。さあ、選手たちが入ってきました。両チーム J リーグでの対戦成績は6試合で山口が2勝、栃木が4勝、山口は4連敗中、この2シーズン勝利がありません。一方の栃木、去年躍進を見せたストーミング、走り続ける栃木スタイルともいえる戦い方に迷いはありません。やるべきことをやりたいと田坂監督が話をしていたように、迷いのない戦いで去年達成できなかった3連勝、このアウェーの地で得られるでしょうか。舞台は山口市維新ミライフスタジアム。2021年明治安田生命 J2 リーグ第6節、レノファ山口 FC VS 栃木 SC、選手たちがピッチに並びました。山口はホーム初勝利、そして栃木は3連勝をかけての今日の第6節になります。それではホーム山口の予想フォーメーションです。 4-4-2 を予想しました。そうですね、守備時はこの 4-4-2 の形ですけれども、攻撃になった時に、ね、佐藤健介選手が最終ラインにちょっと落ちて、田井選手、石川選手が中のポジション取ったり外に開いたりというちょっと可変な形になりますけれども、今日このピッチコンディションと、あとはね、
栃木 の, その戦い方に対してその形を取るかどうかというのは注目ですね、はい、そして今日の審判団です。主審は田中レオさん、そして副審は桜井大輔さん、若月直樹さんの両副審、第4の審判は伊三義さんです。主審の田中レオさん、現在ヘルシンキで活躍する田中アトム選手のお兄さんということですね。さあアウェー栃木のフォーメーション、こちらも 4-4-2 を予想しました。まあ、このそうですね、形のまま横につなぐというよりは、ね、横パスが1個入ってもすぐ、ね、縦の動きだったり縦パスが入ってそこに対して、ね、大きく出てきたり、まあ、チャンスがあれば母、ね、屋選手も高い位置を取ってからのクロスもありますし、とにかく前への推進力が強いというような、ね、チームのスタイルですよね。そして前節試合を見ていると、まあ、そのセンターバックの柳選手、そして、まあ、あの 山形から期限付き移籍の小野寺選手、両選手 の, その守備強さも際立ちましたね。まあ、単純に跳ね返す力というのは、ね、あの非常に強いですよね。そして今画面映っているのが明日誕生日、明日37歳になる矢野貴章選手、まあ、この選手にまずそのボールを預ければ間違いないというようなそういったところもありますよね。まあ、キープできないとしてもやはり、ね、あの競り合いが強かったりするので、ね、そのこぼれるボール処理が、ね、ディフェンダーにとっては、ね、困ったりするので、まあ、そういった意味ではあの栃木のスタイルには欠かせない選手ですよね。はい、さあそれに対するホーム山口、今現在画面にも草野勇気が映っています。2戦連発なるでしょうか、まあ、最低でも2桁得点を挙げたいと今シーズンの目標を語っています。さあ両チームの選手がそれぞれのピッチで円陣を組みます。3連勝を目指す栃木、今日はどれだけその走りを見せてくれるんでしょうか。そしてホーム初勝利を目指す山口、天候が悪い中でもそれでも集まってくれたサポーターのためにも今日ホームで今シーズン初めての勝利を見せたい。さあそれぞれのポジションに散っていきます。第6節レネパ山口 FC、 そして栃木 SC の試合、まもなくキックオフです。雨は完全に止みました。少し晴れ間も見えてきています。風の強いこの維新ミライフスタジアムのピッチ、さあ始まります。山口のキックオフで始まりました。まずは縦に長いのを入れてきました。左サイドから高井が駆け上がってきましたがこれは届きません。右にエンドを取るのがオレンジのユニフォームホーム山口、そして左にエンドを取るのが白のユニフォーム栃木です。ゴールキーパー明日が誕生日27歳になります川田修平です。まあ、完全にこのゴールキックのところでもね、画面のこの一枠の中に全選手入ってますね、はい、ぐらい、はい、コンパクトにやってくるのが、まあ、栃木の形だとは思うんですけれども、はい、それに対して山口が、ね、どう取ってくるかですよね。それもちろんね、玉際のところであの人数同じ人数揃えたいのはありますけれども、奪った後とかにね逆サイドが空いてたりするので、その辺幅をうまく使っていくことができれば山口としてはあの優位にできるでしょうし、栃木としてはそこをやらせずに同サイドであの競り合いを勝ってそのまま前に早くっていうような形ですよね。それに対して人数をかけ てこの辺もね縦に入れてくる、はい、小気味よく、はい、展開やりながらその次もう裏に出るタイミングっていうのもねしっかり狙った、まあ、一つしっかり狙いどころ出ましたよね。まあ、あとは今のプレスですよね、はい、矢野騎手はゴールキーパーのところまで一気に詰めてましたし、はい、その後森選手ですよね、はい、もうそのサイドバックに出たところまでトップスピードで行っているので、まあ、あの入りの部分としてはいい入りできてますよね栃木は。まあ、このスタイルを90分間ね、まあ、全部は無理としても、うん、あのできるタイミングではほぼねやってきますので、まあ、これに対して山口はビルドアップの時ね、先ほど最初の紹介でもねちょっとお話しさせてもらいましたけれども、少しセンターバックのところに佐藤健介選手が落ちて3枚で回すようなのが通常のようなねゲーム運びではあのマイボール陣はそういうような形を取りますけれども、はい、まあ、この栃木の早い展開休ませてくれない状態ですよね。
まあ、横パス入れてる間にね、その選手に対してボールどんどん来るので、そこまで下がる時間がこのゲームはないのかなという感じがするので、まあ、そういった形を取るのか、そのまま 4-4-2 の形で来るのかというのはちょっと見ていきたいかなと思います。そして先ほどリプレイで出た通り、かなり水しぶきが上がっていますね。まあ、水しぶきこそ上がってますけど、ボールが走らないことはないですよね。はい。まあ、でも場所によってはね、上から肉眼で見ただけではわからないような、急に止まるような場所もね、アップの状態見てるとありましたので、まあ、この辺あのちょっと何が起こるかわからないので、選手の中では、まあ、足を止めずに、まあ、そういう準備をしておくということは大事ですね。確かめながらの前半のこの入りというところもありますが、さあ山口のスローインです。ちょっとこの辺からもね、ロングスロー入れたりとか、山口もまあ立ち上がりっていうこともあるでしょうけれど、落ち着くまでははっきりした佐藤健介から高井に渡る、そして石川が中に走っています。石川に預け、高井がオーバーラップ、低いクロスを上げてくる、ペナルティーエリアの中、これは届きません。いい形作りましたね。まあ、最初の佐藤健介選手のサイドを変えるボールが効きましたね。その後、まあ特徴的なのがちょっと石川選手が外ではなく中にサポート行ってましたね。そして内から外へ抜けていくような走りでした。はい、高井が中央ふわりと浮かせます。草野を狙ったボールで、高井選手が外で持った時なんかは、はい、仕掛け単独で、ね、仕掛けたりもできますし、ちょっと前向きにプレーさせるようなことですよね。ちょっと小野寺が足を取られていました。右サイド展開していきます。中に入れてくる、小松蓮が待っていましたが、これは合いませんでした。いいボールでしたけどね。はい、最後は高木大輔の斜めのクロス、まあ、これもそうですね、最初の奪った瞬間ですよね、縦狙って草野選手のところにね、早いタイミングで入りましたので、まあ、いい展開できましたよね。栃木としては、まあ、ああいった展開やられたくないですよね。あのボール際で収めといて、まあ、そのサイドで潰してしまいたいんですけれども、2度ほどね、山口がチャンス作った形っていうのは、早く大きい方に、広い方に持っていかれましたよね、最初のボールで。なのでそこからのチャンスっていうのが出てたのかなという感じですね。山口が今試合始まって、まあ、間もなく5分というところですが、ある程度そのところで山口の狙いというのも見えてきていますか。そうですね、まあ、意図的に、まあ、そういった形も狙っていると思いますよね。栃木の守備の仕方っていうのが、矢野起床から山本ジュニーノが走っていますが、ここには届かない、カットしました。石川、まあ、これも1個飛ばしたボール入ってますよね。はい、手前ではなくちょっと遠めのところを狙って、まあ、繋がらなかったですけれども、いい起点になるようなパス入りましたよね。大島から前線、矢野起床、ジュニーニョを経由して山本倒されました。ここで笛です。まあ、ちょっとこれはそうですね、はい、蹴る体勢に入ってましたので、後ろから行ったということで、まあ、これファウルになりますけれど、まあ、高井選手が今多分アプローチ行ってなかったら、もう森選手ね、背後抜け出してたんですよね。はい、それに対してしっかり山本選手もね、見れてましたので、まあ、良くないプレーだとは思いますけど、高井選手よく戻ったプレーかなと思いますね。ファウルになったのは良くないですけれども、背番号17番、栃木のユース育ちの快速のサイドハーフ、山本蓮でした。さあキッカーは背番号26をつけた、こちらが母屋です。矢野起床はペナルティエリア、まあ、入らないぐらいのところですね、左にいます。左足でどこを狙ってくるのか、大外少しずれたか、柳がセル、ジュニーニョ、まあ、ちょっとピッチのこともありますよね。はい、なので踏み込んだ時にちょっと普段以上に足が、あの軸足に流れたりとかね、下に入りすぎたりっていうのがありましたよね。ここでカットしました。一気に前線へ、草野へのボールは届かない、ジュニーニョそのままキープする、倒されましたが笛はない。田中陸、グランダー中央に入れていく、高木大輔、ここは慌てません。佐藤健介、12の倒れています。中に入れてくる、低いボール、小松蓮には合いません。まあ、接触でしょうね。はい、ボールをキープした時に、右膝の内側の方ですね、膝と膝ですか。はい、まあ、ボールに行けてなかったのでファールでも良かったのかなという、はい、ところではありましたけど、まあ、引っかかったというよりは体に ね、 そうですね、今行ってしまった田中陸選手が行ってしまったような感じでしたね。
両チーム通じて最初のコーナーキックです。キッカーは佐藤健介。外へ逃げていくボールになりますが、変化をつけてきました。一度戻す、ここから中に入れてくる、高いボール、渡辺が競りましたが、これはヒットしません。まあ、川田選手よく出ましたよね、はい、ボールもね結構スピードありましたけれど、勇気を出して出たことでセーブに合いましたし、出てなかったら今ね渡辺選手に完全に合ってましたよね。関健太郎が長いボール、競り合ったのがキャプテンの柳。ここから狙っていきましたが、これはヒットしません。最後は高いでした。まあ、でもこの辺立ち上がり山口の方は、ね、栃木のお株を奪うようなね、球際のところでの今の反応もね、うん、早かったですよね。まあ、ファールかどっちかっていうようなところからね、高井選手とね、草野選手も近くにいましたので、いい反応からのね、まあ、思い切ったプレーですよね。比較的その少ない手数でここまで来ているというような印象があります、はい、そうですね、持った瞬間の選択肢もいいですし、迷いなくね、はい、山口の方はここまでプレーは入れているかなと。高木大輔のボール、このリフレクション沢井が取りました。中で小松廉が手を挙げている、中央低いボール、高木大輔競ります。まだ山口がキープ、佐藤健介。そうですね、ここも広いサイドを使えてますね。高い、そして一気に石川が中に入っていく、その石川の方には届かない、ジュニーニョ。佐藤がすぐにブロック、そして小松廉左足、ここは柳がブロック。ペナルティーエリアの中の攻防、外へかき出しましたと、ここは渡辺に当たってラインを割りました。あ、でもファール、そうですね、その前に、まあ、今の競り合いのところですね、はい、渡辺選手が前に出たところを渡辺選手がちょっとプッシングしたというような判定ですかね。あ、山口はまあ石川が少し傷んでいますが、今画面に映っているのは柳ですね。柳も先ほどのシュートのシーンですかね、うん、まあ、よく詰めましたけどね、はい、ここでルーズになって、まあ、ここも山口が球際で、ね、反応早くて、まあ、このあと小競り合いがある中で踏まれたり、最初のまあ接触のところかもしれないですけれども、はい、まあ、こういったシーンは増えてくるでしょうね。今シーズンキャプテンに就任しています柳康隆、まあ、まさに攻守の要の選手ですね。そうですね、まあ、ルーズになったところで一歩でも、ね、遅れてるとやはり失点だったり、ね、大きなピンチにつながったりするところで、よくまあ一歩前に出ましたよね。サバイから中へ入れていく、ここで森がキープ、前に出しますが、この辺りは少しまだ水をだいぶ含んでますね、まあ 今思った以上に転がらなかったんじゃないでしょうかね、はい、矢野起床を狙ったボールでした、まあ、一見上から見ただけではね、ピッチレベルでもちょっと分かりにくいところがありますよね。転がる部分もありますし、今のようにね、こういうボール、はい、ピッチの時、中島さん、その確かめながらのプレーだと思うんですけど、まあ、おっかなびっくりに、まあ、さすがなりはしないでしょうけど、まあ、覚えておくのも必要ですよね。この辺は、はい、ボール転がらなかったかなとか、ここは転がってたからグラウンダーでも大丈夫かなとかいうのを、まあ、アップでもここは旗があります。そうですし、はい、プレーの中で、ね、全体使っていく中で、まあ、どの辺に溜まっているというのは大まかに分かってくるので、うん、まあ、その辺を把握して、まあ、瞬間瞬間で非常に難しいんですけれども、まあ、それをうまく記憶しておくというのも大切なことですよね、うん、高木のオフサイドを取りました。まあ、大体比較的右サイドのあの辺とか真ん中ら辺は転がるけれども、そっちサイド行ったら難しいからちょっと浮き球対応しようかとかいう辺ですよね。あの今更ですが、もうそういったものを一つ一つ、まあ、判断、一瞬の判断をしながらプレーをしなければいけないわけですよね。まあ、そうですよね、本当にいい選手っていうのはね、そういったことを逆に逆手に取ったりして、うん、ね、瞬間的に何気なくやったりしますので、ここはゴールキーパー川田が抑えました。まあ、ボールが今1バウンド目っていうのは雨の時っていうのは滑るんですけれども、2バウンド3バウンドしたらその後は伸びなかったりするので、そういったのも頭に入れながら、そういう裏へ出すボールとかもやったりとか、ちょっと近くにやる時もやったりとかっていうのもね、
いろいろ工夫が必要ですよね。このピッチコンディションとの戦いも一つありますよね。うまく使えるかどうかっていうのは。小野寺が覆いかぶさるような形になりました。ここは柳がキープ、一気に前へ出していきます。外に矢野を狙ったボールでした。矢野騎士を狙ったボール、まあ、でもボールの出す狙いとしては、まあ、こういったピッチの時はそうですね、この背後こういうボールですよね、はい。まあ、でも1バウンド目が伸びるのでちょうどディフェンダーが後ろに帰りながら、前に弾けないような状態というボールが出ると一番ちょうどいいですよね、うん。なので今だとちょっと長すぎるんですけれども、はい、前向きに弾き返せるってなると簡単に処理できるので、後ろ向きになりながら処理しなければいけないという状態を作り出したいですよね。攻撃の背後へのボールの時は。あ、まあ、関選手今はでも、はい、バウンドするとどういった形になるか、むしろ伸びたりするっていうところで、はい、前目に出てノーバウンドで処理しましたよね。ノーバウンドだと、はい、まあ、予測できますので、予測の範疇内なので、まあ、非常に今いいプレーしましたよね。そして少ない手数で今のは、まあ、届きはしませんでしたが、小松蓮が走り込んでいました。だから お互いそのチームも、まあ、どの程度のバウンドするか、その、まあ、少し賭けの要素もありながら、うん、お互いにやっていくという今日のピッチコンディション、まあ、でも、はい、まあ、でも一つは思った以上にね、綺麗には展開できないと思いますので、はっきりですよね。山口の方は奪ったボールを手前の選手というよりはね、サイドだったり縦のちょっと離れた選手に対して1本目がしっかり通っているので、ちょっとここまでの流れとしては山口の方がやりたいことはしっかり出ているかなという感じですね、はい。セカンドボールの反応に対してもね、結構早いですし。そうですね、両チームの監督、そのセカンドボールに対その、まあ、今のようなボールに対する反応、どちらが速いか、セカンドをどちらが取るのかというのは試合前の、まあ、記者会見でもそういうふうに話をされていました。さあ、ここはジュリーニョが中へ入れてきます。ちょっとずれたか、このボールをカットしました。高木大輔、外へ展開していく。一度戻ります。まあ、ああいった横パスなんかもそうですね、強めに蹴るので、やっぱり、このピッチなので強めに蹴ったりするので、少しずれるとああいったところがね、逆にピンチになりますよね。足元にしっかり通っていればね、栃木のチャンスだったと思うんですが、まあ、でもその前の奪い方っていうのは非常に高い選手から奪ったところ、あ、これはいいボールですね、はい。矢野騎士右でキープ、中にはジュニーニョ、一度戻す。山本からのクロス、ここは外へ引き出します。最後は小松蓮でした。まあ、矢野選手に出たようなボールっていうのがいいボールですね、はい。まあ、ノーバウンドでも処理できないし、キーパーの方に向かうようなボールだと、今日だとね、ちょっとやっぱり伸びるような形で、処理される可能性っていうのが高そうなので、ペナルティーエリアのちょっと角ら辺の今のね、サイドのところを使いながらっていうところは狙いたいですね。矢野騎士をすらして山本、はい、中を伺う。ここは佐藤健介、落ち着いて処理をします。と、足を取られました。ボールが少し中途半端だった。12秒頭で落としますが、まだ栃木ボール。柳縦速いボール、まあ、今ね、落ち着いてましたけど、はい、その後足を取られたので、どこに落とし穴があるかわからない状態ですよ ね。このプレーです。軸足から滑ってるわけですもんね、はい、これも、まあ、一瞬今佐藤健介選手のスパイクの裏が見えて、はい、固定式履いてましたので、ジュニーのここからシュート、関健太郎の正面でした。そうですね、雨用のスパイクではなかったですよね。お、さあ、ここで高い中にカットインしていく。小松がしている、その小松にボールが当たる。右足でシュート、もう一度田中陸、高木大輔、大外、沢井が走り込んでいる。低いクロス、これは合わないか。いや、ここに石川がいる。もう一度高い、ふわりと浮かせますが、ここは川田周平がジャンピングキャッチ。まあ、今の一連の、ね、ところ、最後の精度こそ落ちましたけれども、まあ、落ち着きと、そうですね、まあ、最初のここの高井選手の、ね、小松選手を狙った横パスも良かったですし、ここをセカンド拾って、沢井選手もね、
サイド駆け上がって厚みも出せましたし、一番最後のね、ジャッジですよね、はい、石川選手のジャッジもね、シュートも打てるような状態だったと思うんですけれども、高井選手を使ったりと、まあ、本当厚みと落ち着きね、ここまで非常にいい形で冷静に山口は強さプラス落ち着きっていうのもね、両方伴った状態でゲーム入れてますね。まあ、得てしてね、気持ちが入ってると、そういったところでね、勢いでシュートとかね、蹴るだけになってしまったりということもありがちなんですけれども、もちろんそういう思い切りも必要ですが、まあ、ここまではね、いろんなジャッジもいい判断できてるのかなっていう感じですね。一方の栃木ですが、まあ、その今なかなかシュートに持っていくシーンというのはここまでそれほど多くはないわけですけども、いかがでしょうか。まあ、でも悪くはないと思いますね、はい、山口がいい入りしてますけれど、まあ、最終的な部分ではしっかりシュートに対しても詰めれてたり、人数かけれてますし、まあ、崩されきってはいないので、集中自体はできているのかなと思いますけどね。ゲームの中でやっぱり相手に流れ行く時間帯ってどうしてもあると思いますので、はい、この立ち上がりね、山口いい張りした中でお前ゼロで来れてるっていうのは一ついいとは判断できますよね。そしてここ一つ栃木の武器でもあります、母屋のロングスロー、中央に矢野起床、そして柳がいます。どこを狙ってくる、柳のヘッド、ここは届きませんでした。今のロングスローというのもね、一つの武器です。そうですね、まあ、逆サイドまで行ってますからね、はい、左サイドの選手が右サイドまで行って時間をかけてロングスローをやっているので、まあ、ここは一つは狙いですよね。縦に速いボールを攻撃どんどん、それに対してね、サポートも早くして圧力をかけてセカンド拾って、またサイド攻撃だったりシュートに行ってっていうのが栃木のスタイルですけれども、まあ、その処理に対してまたプレッシャーをかけて、うん、山口がサイドに出そうものなら今のようにね、押し込んだところからロングスローもありますので、これだけプレスをかけてきます、はい、まあ、ここはちょっと遅れましたね。小松蓮そのままキープします。中にジュニーのカット、そして西谷から前線へ、渡辺の背中に当たったところ、矢野騎手は回収、中に森が走っていますが、12人を狙ったパスですが合いませんでした。高井和馬一気に逆サイドへ、ここに草野がいます。落として沢井、一気に人数をかけてくる、どのタイミングで入れてくるか、横に出しました、高木大輔、右足のシュートは枠を捉えることができませんでした。まあ、お互いいいプレーでしたよね、まあ、最初12人の選手が奪ってから、まあ、その瞬間裏に出るところ、矢野選手も、ね、しっかり背後狙ってましたし、その後奪ってから山口の攻撃も高井選手から草野選手、その後の押し上げというのも、ね、非常に早かったですし、やはり最後のシュートにつながったところでも、ちゃんと、ね、横に空いてた高木選手を澤井選手ジャッジしてますので、はい、まあ、非常に良かったですよね。両チームの選手が一気に密集しているゾーン、まあ、ここまで両チーム、まあ、迷いなくプレーはできてますよね、はい、まあ、あとはやはり山口の方は普段のようなゆっくりボールをつなぐような展開にはならないので、佐藤健介選手は最終ラインに落ちることというのはないですね。矢野が倒されますがファウルはありません。さあ山本中に運んでいく、ジュニーヌが反対のサイドにいる、グランダーを選びました、佐藤健介がブロック、ただしかしここで一気にボールを失った後のその素早さですよね、この栃木の武器の一つ、まあ、スピードですよね、とにかく寄せるスピードですよね、はい、まあ、ただ寄せてるだけじゃなくて本当ね、もう息上がるぐらい今息上がってますけれども、はい、まあ、この全速っていうのがやっぱり相手に対して圧力を感じさせますので、まあ、たとえ前にボールを出せたとしても精度が落ちたりとか、いい判断ができなかったりというのにつながりますよね。高木のいいつなぎがありました。沢井がボールを持っている、中に草野、このボールは届かない、柳越えて高井和馬がドリブルで運ぼうとしましたが、ここは栃木がキープしています。さあそして森、前線に矢野起床、右にはジュニーニョ、さらには山本がフリーになっています。から左足中に入れてくる、山本を狙ったボール、オ
収まりませんが、このボールはラインを割りました。まあ、栃木としては今のようにね、ゆっくりになった時にもう一度作り直すかどうかですよね。はい。まあ、今なんかは、まあ、それに対して速い攻撃させない山口の戻りっていうのは速かったですよね。非常に攻撃に出るスピードも速いですし、まあ、ここまで、まあ、今ね、給水までのこの飲水までのこの時間帯、本当攻守両面山口は出たり入ったり両方ね、非常にいい形でできてるんじゃないでしょうかね。はい、前半の飲水タイムです。まあ、その先ほどからお話あるように、まずはホームの山口、少しいい形を作れてはいるんですが、うん、ただいつものサッカーのペースとは少し違う、まあ、だいぶ早いですよね。はい。まあ、このピッチコンディションを加味してでしょうけれども、まあ、でもいつも以上にいろんな選手がね、躍動してるなという感じはしますけどね。本来やりたいサッカーかどうかっていうのはね、分からないですけれども、まあ、勝利を取るためにということで、もう本当栃木が普段やってるようなことを、そうですね、うん、山口の方がここまではできているのかなという感じですね。一方の栃木も、まあ、いつもというか本当にいい形の栃木のサッカーという形で、まあ、シュートは今1本ですけども、チャンスは作れていますね。そうですね、まあ、プレスのところだったり、まあ、最後のね、チャンス作られかけているところでの枚数はしっかり足りてたりするので、まあ、本当に悪くはないと思いますね、はい、そんなに集中できてないわけでもないですし、まあ、それを上回る山口の入りがいいのかなという感じですね。ただ少し気になるのは、この、まあ、普段やらないペースのサッカーというのをここまで20分やってきたわけですが、うん、後々これが少しこう来るのかなというところもありますが、うん、まあ、そうですね、ピッチ状態によって普段よりも、ね、はい、疲れるということもありますし、なのでいい状態の時に早く点を取りたいというのはあるでしょうね。山口は山本の仕掛け、ここは相手に当たってラインを割っています。まあ、ここでもそうですね、逆サイドまで来てロングスロー時間作って、まあ、こういう、そうですね、ペースを握られている中でもこういったところでしっかり時間をかけて、こういったところで点だったりシュートに持っていけたりすると流れというのが、ね、また変わったりするので、まあ、こういったことで間を取るというのは栃木のやり方でもありますよね。もう矢野ロングスロー、矢野起床飛ぶか、いや外に流れてジュリーネのシュートは枠を捉えることができません。これはコーナーキックになりますか。1個目、はい、全体の回答大事っていいからな、クリア。まあ、山口のゾーンで来るので、それに対してまあちょっと配置いろんなところについてますよね。キッカーの近くに、まあ、画面には映ってないですけれども、はい、まあ、ジュニーの選手がいたりショートね、2人配置して、まあそこに引っ張り出して中、まあ、何か準備しているものがありそうですね。今日最初のコーナーキック、キッカーは母屋。栃木はここまで5得点のうち3得点がセットプレー、山口はまだ今シーズンセットプレーの失点がありません。中央を狙ってきた、まだキッカーの、はい、近くに、ね、2人配置して何かやろうというような意図あったのかもしれないですけれども、山口の方がしっかりディフェンスマークついてたので、まあ、シンプルに上げてきましたよね。そしてオメアのスローです。矢野起床、森、母屋、中で山本が呼んでいる。ここからライン際クロスは上がりましたが、ここはクリアをしています。まあ、こういった仕掛けも得意ですよね、はい、1対1でいい状態になると結構自分でね、母屋選手抜き切って個人でね、上げ切る力ありますよね。そして今クリアをした、これは楠本ですね。楠本が今、まあ、接触はなかったと思いますけどね、はい、クリアをしたプレーかと思いますが、左肩、まあ、首筋を押さえています。大丈夫なようです。さあ栃木のスローインでの試合再開です。またここも母屋が投げてきます。
柳を狙ってきた。いや、いい形でしたけどね、はい、柳でスラしてというようなシーンでした。結構速いボールが入ってきたのでね、それに対して柳選手が迎えに行って、ここライナー線の速いのが来てうまくそらしてしっかり狙ってましたけどね、はい、最後誰ですかね、クリア、石川が体を入れましたか、はい、頭ですね。この柳のこの高さそして強さもこの一つの武器です。山口は一つここで嫌な時間帯を、マイボールにして抜けるわけです。ある程度抜けたのかなという場面ではありますが、ただしかしここでまだ厳しいチェックが入ります。ワンタッチ前線に送ります。山本ライン際残しました。中には矢野貴章倒されました。うまい追い方しましたよね、はい、高井選手がいいディフェンス最初はしたんですが、その体を抑えている方の逆に回り込みましたよね。このプレーです。この前の最初のディフェンスのところでも高井選手に対して、ね、かなり圧力かかっているので、高井選手も石川選手と、ね、近くなりすぎてボールロストしてから、よく帰りましたけどね、それでもその後、ね、全速で追うことでこのセットプレーにつながりましたし、この辺のね、本当プレー強度ね、ラモス選手高いですよね。この位置からフリーキックを得ました。柳が188センチ、矢野が187センチ、耳打ちしていきましたね。何か、はい、キッカーは左の母屋ですが、はい、ニアサイド、ここはボールを出しました。まだボールはの残っています。川田から前線へ一気にジュニーニョ、そして落としてジュニーニョ、戻して山本、この攻防、小松倒されました。佐藤健介選手よく戻りましたね、はい、最初ラインを上げてその後ねうまく栃木の方が背後をついてきて、いい落としからねシュートフィニッシュにつながりそうでしたけれども、上げた後の返りでしたが、佐藤健介選手ね、今日何度かありますよね、自陣に戻りながら横パスだったりクロスが入ってきたのに対してね、しっかり戻ってクリアするボールがあるので、今日の試合ある程度そのボールの出どころである自分が狙われるというのはある程度理解はしていると、一方で自分に誰かが食いつくというのは誰かが自由になっているということなので、そこで止めるけどしっかりやって負けないようにしたいと今日の試合前に話していたのが背番号8番、今日はキャプテンマークを巻いています佐藤健介です。ここまで、ね、時間を作るような展開ではないので、はい、それほど、ね、目立たないですけれども、要所要所で先ほどのようなディフェンスだったり、あとは奪った瞬間のサイドを変えるようなボールというのがね、非常に目立つ、いいプレーが続いてますよね。こういったところでね、球際のところでね、西谷流して、はい、ふわりと浮かせて森ハンドですかね、先ほど、ボールジャンプ競り合った時のハンドですね。ちょっと飛んだところで、はい、自分の思惑と違うところに来たので、肩、そうですね、肩とも見えますけれども、ちょっとね、はい、手を伸ばしてたので、ハンドっていう判定をされましたかね。指揮を取る田坂監督、試合前のインタビューでも、お話をされていましたけども、とにかく自分たちのやり方を貫くこと、試合前の練習でもそんな風にインタビューに答えています。ただそのサッカーを貫いて去年は10位という躍進もありました。今シーズンは一桁順位、去年以上の順位を目指すという栃木です。本当にやることがはっきりしているので、選手個人としてはね、それをできるかできないかだけなので、
分かりやすいといえば分かりやすいですよね。はい、まあ、それはい、そのあたり渡辺監督、山口の渡辺監督もまあやることがシンプルであるからこそそこにそのパワーが加わってくるというふうにお話をされていました。まあ、積み上げやすかったりもしますよね。まあ結果が出てる出てない関わらず、そのやり方を変えずにその強度、いろんな、ね、精度をシンプルに上げていくっていうところに、ね、常にやり続けている感じなので、まあ、開幕、ね、2戦3戦負けましたけれどもやり方を変えずに、ね、その強度が上がってくる中でこの連勝につながってますので、まあ、ここのプレースピードもまあ非常に速いですよね。まあ、佐々木選手うまくかいくぐりましたけれど、はい、まあそこがベースですよね。外へ流して高木大輔へのパスは通らない。ここで楠本、まあ、ここもそうですね、はい、寄せが早いので後ろ向きにしかプレーできないことで矢野選手が挟み込んで、まあ、結果そうですね、はい、まあ、このイエローカードにつながりましたけれど田中陸にイエローカードが出ています。まあ、ちょっと遠かったのでこっちから分からなかったですけど、まあ、裏が向いてたかどうかというところですかね。はい、あ、まあ裏が向いてますね。はい、なのでイエローカードの対象ですね。ポイントが向けられてますので、相手の土俵に乗らないというふうな話をしていたこの渡辺進監督です。ただまあこういったセットプレー一つで栃木が一気にチャンスを作ってきますよね。うん、まあ、徐々にやはり栃木のペースになってきましたね。ちょっと山口の方がそのプレッシャーかいくぐれなくなってきて、はい、まあ、自陣でのプレーが増えてきていますので、でこういったセットプレーとかロングスローもセットプレーですけれどもそういった形が増えてきていますのでちょっとだんだん徐々に栃木ペースですかね。母屋のキックから再開です。中に入れてきた。しかしここはゴールキーパー関健太郎がキャッチしています。ここまで全試合に出場している山口の関健太郎です。こういったところうまいですけれども、まあ、栃木がコンパクトにしているので今挟み込んでですね、草野を挟むような形になりました。はい、まあ、最初のでも草野選手のあの辺の相手の、ね、懐に潜り込んでしっかり抑えてマイボールにする形っていうのは、ね、得意なプレーですよね。そして山口のボールで再開です。高い石川、ここに山本が詰めてくる。そして渡辺に対して矢野希少もプレスをかけています。これはラインを割っています。まあ、これも一つ一つ早いですよね。山本選手がね最初石川選手にアプローチしたのも早いので本来あそこが緩くなってしまうと石川選手は斜めのねトップを伺えたりボランチのところね横を狙えたりすることで次の攻撃の起点になるプレーできたと思うんですがそれに対してプレー強度が早かったのでプレッシャーが早かったので下げさせてその下げたところにも矢野選手がねまた次コースを切りながら、まあ、狭い方に追い込んで結果的にボールを回収するというねこの辺のプレスが徐々にやりたいことのプレスがはまってきてますよね栃木の方が。ですからその先ほど中島さんのお話にもありましたけども一つ一つのこのプレスもシャニムに来ているわけではないんですよね。いろんなものを計算しながらそれぞれがプレスをかけてきてで第2波第3波というのもあるわけですね。そうですね、まあ、簡単にプレスかけてかいくぐられると運ばれると今度逆にそこはズレになってしまうのでまあ、それもさせずにそうです、ね、なるべく相手が後ろ向きにプレー自陣のゴールに向かってプレーするようになったりというような圧力のかけ方ですよね。で後ろ向いたところにまた前線の選手だったり中盤の選手が挟み込んで回収するという感じですね。はい、まあ、山口もちょっと、はい、時間帯、ね、悪いのでこういったセットプレーでちょっと流れを取り戻せるかどうかというのは重要なセットプレーですね。小松へのファウルで得たこのフリーキックキッカーは佐藤健介です。
右足でのキックです。ふわりと浮かせた高木大輔、すらしてというようなシーンでしたかね。そうですね、意図的に高木選手狙いましたよね。はい、もう一つここからスローインです。石川、小松を狙ってくる。ここも2人で挟み込む。ライン際こぼれたボール、石川、ここにジュニーニョ、ボールはまだ残っている。ここで割りました。ゴールキックになります。立ち上がりこそね、山口、取ったボールを広い方とか1個飛ばしたところにつけれてチャンス作れてますけれども、ここの時間帯は同サイド狭い方だけでボールを動かす状態になってますよね。なので栃木のディフェンスの方がしっかり守れてて、ちょっと山口は流れ作れてないっていうような形ですね。なかなか飲水タイムの後からなかなか決定機が作れなくなってきました。田辺、頭で落として小松蓮、ここに選手が密集している。田中陸、そして石川、このサイド同サイドだけでやってると、はい、渡辺監督の嫌っているようなその相手の土俵で戦っている状態ですよね。はい、なので、その狭いサイド、ボールのある方、栃木の方が、ね、人数をかけている方から早めに広い方に持っていけて剥がせるかどうかというところでしょうね。楠本からの縦のボールは高木大輔にはありませんでした。やはりこの片方のサイドに選手が密集するという状態が今日はもう前半もまもなく40分になりますがずっと続いています。右サイド、大島のボールを奪いました。ラインは残せるか、高井がこの位置でボールをキープします。中には草野、そして小松が走っています。やや中に切り込んで自ら勝負に行くか。右足、草野、ベナディエル中ふわりと浮かせて、高井のシュートはヒットしない。石川切り返して右足中に出てくる。これも誰にも合わない。中央に小松蓮、そして高木大輔がいましたが、このボールは合いませんでした。ここも一瞬澤井選手がね回り込むことで少し草野選手に時間ができて、ここも速いボールでね、スペースなかったので速いボールで触ってくれというようなボールでしたけどね。ここでもしっかり寄せてますよね。はい、小野寺選手は最後のところでは一番危ないところをね、自分はもう触ってないですけれどもね、しっかり寄せてることでのいいディフェンスでしたね。でも久しぶりにね、厚みのある攻撃できましたよね。山口の方はね、高井選手がヒットできてればっていうところでしたけど、そこの裏までね、はい、さあ草野がここでボールを奪う。ペナルティエリア、フォローが欲しい。高井に出す、ふわりと浮かせて高木大輔、ヘッドはヒットしない。やや低いボール、あとは頭でというシーンでしたが、自分としては高木選手としてはそうですね、前に走り込んだ後にちょっと戻りながらだったので、はい、あとは緩いボールで強く振りたかったので少し合わなかったっていう形ですかね。この表情です。でも最初ね、草野選手のいいプレスからのいい攻撃でしたね。はい、渡辺、そして楠本、ここに森が一気にプレスをかけました。佐藤健介、沢井、かわして高木大輔、そしてもう一度沢井、ライン際、このサイドバックのところまでサイドバックが出てくるんですよね。はい、大宮選手がね、そこまで出てきているので、そうなった時に山口としてはそのサイドバックが出たところに出ていきたいという、2トップの、ね、誰か1人が流れてとていうところも狙いたいのはあるかもしれないですね。狙えると少し栃木のディフェンスとしては
あの横の幅を使わされたりとかズレが遅れたりとか、あとはボランチがついていったりするので、そうなってくるとまだ中盤が空いたいということなので、まあ、あのプレスに対して山口の前線がどう動き出すかというところはポイントですかね。はい、スローイングやり直しです。投げるのは母屋、頭で落としてファール取りましたか。はい、その一つ前のプレーちょっとつながってたので、はい、そうですね、ここで楠本にイエローカードですか。矢野貴章に対してのプレーです。今のですから最初に大前がスローをした直後のプレーですね。そうですね、一番最初競ったところですね。はい、ここです。あ、足が右足が入るような形に頭を押さえています、うん、どうなんですかね、まあ、ファールだとは思いますけれども、イエローカードの対象っていうのはちょっと、まあ、危険な行為と取られたんだとは思いますけれども、はい、体に向けてそうですね、足裏を上げているとかいうわけではないですかね。前に足裏を出している感じなので、そこに頭が入って、もちろんファールはファールだとは思いますが、はい、まあ、一瞬流したのでつながりかけてたので、ね、流すかとは思いましたが、ただギリギリでしたね。そうですね、まあ、もうあと何十センチかで PK というようなシーンですかね。この位置からのフリーキックになります。ゴールまでは26メートル。ボールのそばにいるのはジュニーニョ、そして母屋ですか。まあ、いろんなこと考えられますね。スリーピーなので低く速いボールもあるでしょうし、直接ゴールっていう可能性もあります。いろんなことをディフェンスとしては考えなきゃいけない状況ですね。ジュニーニョか、それとも左の母屋か。ジュニーニョで来る、もう一度取ってきた、これが逃げ隅に収まる。フリーキックブロック弾かれたところ、もう一度振り抜いた右足、栃木前半45分先制です。最後はジュニーニョ見事な右足。最初はちょっと力みがあってうまくヒットしなかったですけれども、その後のこぼれ球のところは落ち着いてできましたよね。ここはちょっとね、間も取りましたし、あの力入ってたかなと思いましたが、その後のこのボールに対してはコンパクトに合わせることに注力を注いで、いいミートを心がけてしっかり枠に立っているシュートですね。ブロックに弾かれたボールダイレクトで叩き込みました。ジュニーニョ加入、そして今季初ゴールです。栃木が前半終了間際に先制です。しかしリプレイで見ても見事なシュートでしたね、うん、そうですね。さあ、フリーキックで得たチャンスをものにした栃木、前半のアディショナルタイムは2分です。決して多くないチャンスをまずものにしました。渡辺とジュニーニョ競り合う、このボールは柳頭で落としますが、これはラインを割っています。さあ、追う展開となった山口です。小松がヒールで流しますが、田中陸、このボールはラインの外、先制ゴールのジュニーニョ、草野が走っていきますが、ここはゴールキーパー川田が抑えます。前に入って森、頭でつなぐ矢野貴章、落として山本には届かない石川がここはクリアしています。矢野選手ね、来たボールほぼ全部ターゲットになってますけれど、はい、まあ、たとえうまくキープできなくても、あの処理できにくいような体の預け方とかいろんなことがしているのでね、こうやってマイボールに
つながって時間を使えますよね。はい、さあここで前半が終了です。前半は1対0、栃木が前半終了間際ジュニーニの今季初ゴールでリードしての折り返しとなりますが、中島さん、前半を短く振り返っていただけますか。はい、ゲーム自体のね、あの流れの中での攻撃っていうのは山口結構ねいい形できてたと思いますけれども、まあその中でもね栃木はしっかりしぶとく守りながら自分たちの攻撃のところではあの押し込んだところでセットプレーねたくさん取れましたので、そこからねしっかり決め切ったっていうような前半ですかね。はい、維新ミライフスタジアムを舞台に行われている J2 リーグ第6節、レノファ山口 FC 対栃木 SC、 1対0、栃木が1点リードでこの試合を折り返しています。ここで J リーグ公式アプリクラブ J リーグのお知らせです。この後のスタッツに表示される QR コードを読み取るとアプリをダウンロードできます。アプリ内でリモートチェックインをしてメダルを集め限定キャンペーンに参加しましょう。 J リーグをもっと楽しめる機能が満載のクラブ J リーグをぜひダウンロードしてみてください。お届けしていますレノファ山口 FC vs 栃木 SC、 現在はハーフタイムです。では前半の J スタッツご覧いただきましょう。まあ、シュート数、まあ、5本、4本、まあ、それぞれまあ枠内シュートも含めてですけども、チャンスは最終的に終わってみれば同じぐらいになりましたね。そうですね、まあ、あとはまあ注目ポイントとしては両チーム、まあ、パスが100本台なので、はい、まあ、このピッチコンディションこの展開を物語っているのかなという感じですよね。どちらかというとその山口がいつものペースというよりはもうかなり早い展開になっているという、うん、そうですね、まあ、本当ビルドアップの時に佐藤健太郎選手、佐藤健介選手が、ね、落ちて動かす時間というのもないですし、プレーエリアもそうですよね。はい、こちらが平均ポジションですね。はい、まあ、特徴的なのは、まあ、左サイド右サイド、ね、澤井選手両サイドですね、石川選手なんかも、ね、高い位置取れてますので、はい、まあ、その辺サイド厚みを持って攻撃は前半よくできてたのかなと。
そしてこちらが栃木の平均ポジションです。まあ、ここも大宮選手ですね。非常に、まあ、プレスの位置では高いところまで行ってますし、はい、まあ、あとはねロングスローだったりセットプレーとか、まあ、あとは、まあ、よくプレッシャーも、まあ、12の選手良かったですよね。こぼれ球も決めてしっかり、うん、そしてプレーエリアです。まあ、中央 41% という数字が出ています。まあ、ちょっとそうですね、中央のところで、まあ、山口の方が押し込んでかっていうプレーが増えてるんですかね。はい、アタッキングサイドです。まあ、やはり山口今高井のいるサイド、うん、そして中央の数字はそうですね、まあ、攻防がそうですね落ち着いて動かすような感じではないですけれども、ボールが中央でね、はい、こぼれ球とかいっぱい増えて、まあ、左サイドに手仕掛けてですかね。そして栃木もアタッキングサイドです。こちらは右、まあ、大島そして山本のあたりのそのレーンですね。なのでまあ、左サイドそうですね、山口が多かったのでそのまま縦の流れっていう感じですかね。ボールがそこで動いてるっていうような、まあ、サイドを変えるというよりはそのままですかね。はい、まあ、パスの本数は山口の方が本数は多かったわけですが、まあ、渡辺そして石川沢井、まあ、田中陸、まあ、一番後ろの列からまあ中盤にかけてという選手が多くなっています。まあ、20から10なので、はい、誰が特徴的というほどでもないですね。はいはい、試合展開を物語っているのかなと。はい、さあそれでは前半ハイライトで振り返ってまいりましょう。さあホーム初勝利と3連勝をかけての栃木と山口の戦いでした。まずは前半17分栃木のジュニーニョ、まあ、今思えばこの先制ゴールと同じような位置からのシュートではありました。うん、そうですね。そして同じく17分今度は山口小松蓮のこの位置からの右足シュート、しかしこれはしっかりとブロックをされていました。そして前半40分山口、高井がヒットはしませんでしたがカバーに入った石川がここからクロスを上げますが、これは誰にも合いませんでした。高井選手のところにねちょっと目の前にもいましたので少しブラインドにもなりましたがね、こう切り返して落ち着いてましたが、はい、最後小野寺選手がよくディフェンス入りましたね。そして41分、今度は草野がうまくカットした上での高井のクロスですが、これは高木大輔には合いませんでした。ちょっとそうですね、前にスピードを持って入った中で少し止まってからだったので難しかったですかね。はい、そして前半終了間際フリーキックからジュニーニョが帰ってきたボールをダイレクトに合わせました。そうですね、このボールに対してコンパクトにミートを心がけてね、非常にいいシュートでしたし、関選手からしたらディフェンダーの間抜けてきましたし、ちょっとスリッピーなところでボールが伸びた感じですかね、一瞬遅れましたね反応は。はい、まあ、でも見事なミートでしたね。これは打ったジュニーニョをお見事といったシュートでしょうか。はい、さあそして両チーム注目選手の比較をしていきます。山口草野そして栃木の矢野貴章でした。まずは、まあ、ヒートマップです。まあ、矢野貴章はもうこの相手サイドの縦横無尽にというべきでしょうか。はい、まあ、そうですね、ボールが入ってきたところではね、スローインのところもそうですけれども、ゴールキックでいろんな、まあ、競るところでのね、完全に勝つわけではなくてもね、しっかり、相手をブロックして味方に落とすっていうところが、ね、できてましたし、草野選手も、まあ、かなり深い位置でねプレーできてますので、まあ、前線からの、ね、チェイシングなんかでチャンスも作ってましたよね。まあ、もう少しよく言えば背後へうまく飛び出せてそこにボールが出てきたりというのはね、狙っていけると後半は面白いのかなと。特にサイドバックはね前線前高い位置までプレスきますよね。はい、その裏なんかを狙えると面白いかなと思いますけど。さあこの両選手、まあ、後半の動きにも注目してまいりたいと思います。2021明治安田生命 J2 リーグ第6節レノファ山口 FC VS 栃木 SC、 この後後半へ移っていきます。サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。
これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために、 J リーグは対策を徹底します。山口県山口市にあります維新ミライフスタジアムを舞台に行われています2021明治安田生命 J2 リーグ第6節、レノファ山口 FC VS 栃木 SC、 これから後半へと移っていきます。実況席引き続き解説は中島浩二さん、レポーターは徳田智代さん、実況は荒崎瑠でお送りいたします。さあ中島さん、はい、前半終了間際、まあその栃木としては、うん、セットプレーの流れからのゴールでした、はい、そして山口としては初めて今シーズンセットプレーの流れからの失点ということになりました、うん、そうですね、まあ、数多く前半、ね、セットプレー栃木取っている中で、まあ、最後、まあ、かなりペースを握ってたとは言い切れない中でこういった形で、ね、しのぐところをしのぎながら点を取れたというのは、ね、非常にゲーム展開としては、ね、いい形ですよね。はい、点を追うホーム山口、うん、両チームメンバー変更はないようです。山口も前半のね、大きく見ると戦い方自体はね、悪くなかったですがね、はい、守備のところも集中してできてましたし、攻撃になった時も厚み出して、あとフィニッシュさえっていうところまでね、何度かありましたので、まあ、大きくはやり方自体は変えてこないのかなと思いますけれども、ちょっとね、途中あたりから栃木のプレスに苦しむあたりが出てきたので、まあ、前半の入りみたいなことができてくるといいのかなとは思いますけどね。さあ、エンド変わって右にエンドを取るのが栃木、そして左にエンドを取るのがオレンジのユニフォーム、ホームの山口です。さあ、後半戦です。栃木ボールから、まずは柳から大きく前線へ、
矢野騎手を狙って競り合います。こぼれたボール、森が狙ってきました。ここから山口ボールになります。高いから前線小松蓮へ、ただここは柳のファールを取りました。さあエンド変わって後半戦ですが、中島さんどのあたりにその注目していきますか、両チーム。やること自体はあのピッチもね急激にあの回復してないと思いますので、はい、変わらないと思いますけれども、山口の方としては、まあ、ボールそうですね、今少し横に動かし出してますけれども、そういったね横の幅を使いながらあのサイドもね高い位置取れてますので、はい、あとはフィニッシュのところのクオリティかなというところだと思いますけどね。まあ栃木としてはそれをさせないように、まあ、ボールサイドで完結させて奪ったボールをね早めに前につけて、それに対して厚みをかけて押し込んだところで、まあ、前半同様ねセットプレーなんかをたくさん作れればっていうところですかね、はい、前半もあのピンチのところでは最後もねしのげてましたので、まあ、大きくは変わらないのかなと、まあ、でも後半になってやはりねどこまで強度を保てるかっていうところがポイントだとは思いますので、栃木の方はプレスの強度ですよね、はい、なので、まあ、交代選手も含めてっていうところになってきますね。西谷から母屋、いいですね、右足で前線、さあ矢野貴章がライン残しました。12秒、ね、さらに詰めて森のシュートの前に旗が上がっていました、うん、オフサイド、まあ、思ったより少し伸びましたね、はい、まあ、でもダイレクトのタイミングでしっかり、まあ、ここで矢野選手も狙ってますし、そのタイミングで中12の選手も、ね、準備してたのでね、まあ、非常に意図的ないい攻撃でしたね。沢井が前へ出します。ここは母屋ふわりと浮かせてジュニーニョ経由して西谷からここで一気に走っていく、残すか、残した。母屋が左足中に切り込んでシュート、そしてクロスを上げました。ただこれはラインを割ります。上げたクロスそのままラインを割ってスローインになります。まあ、こういった、はい、ちょっと外すプレーとかもねうまいですよね、はい、その後のボールもね非常にスピードあっていい弾道の質をね蹴れるので、あとはまあこうやってプレーが切れるとそのままねロングスローで、ね、はい、攻撃つながりますからね。あの様式美のようにボールをきれいに拭いてそしてロングスロー、ニアサイド頭で跳ね返します。さあかいくぐってチャンスになる高木大輔、右に草野、左に預けますが高木にはちょっと合わないか、素早くこのボールを大島が回収、前線へ山本、矢野貴重が中央、左にはジュニーニョ、ここで倒されました。最初の攻防のところでジュニーニョ選手がディフェンス行こうとしたところでねレフリーの田中レフリーのところに、ね、当たってしまってカウンターを許した中で残ってたんですよね、はい、まあ、通ってるわっていうところでしたけれども、石川のファールを取ってこの位置からのフリーキック、まあ、どちらが蹴ってくるかですかね、はい、まあ、さっき譲ったんだから俺に蹴らしてくれよとかいろいろ言ってるかもしれないですけどね、そういうやり取りはこのシーンでありますかね。まあ角度の問題も、はいはい、ありますし、右であれば、まあ、あとはそうですね、さっきも決めてるんだからちょっと俺調子いいからやらせてくれよとか、はい、ね、いろいろ、まあ、話あると思いますけど、今日先制ゴールを決めているジュニーニョ、右であればジュニーニョ、左であれば26番母屋、ボールから距離を取ったのはジュニーニョですが、が集まっていますが、オムヤできた、中央ふわりと浮かせる矢野貴章、シュートはヒットしません、うまくかき出しました。まあいいボールでしたけどね、まあ、ディフェンスがどちらにもクリアしにくいようなね、はい、感じに出ました。交代です、ね、ここで選手、栃木が選手を変えます。11番のジュニーニョに代わって16番の菊池大輔をこのタイミングで投入ですか。まあ、どうですかね、はい、接触もあって、今日フリーキックからの流れで先制ゴールを決めましたジュニーニョ、
後半6分に菊池大輔と交代です。さあ大宮のロングスロー中に入れてくる佐藤翔からのボールそのままクリア。さあそのジュニーノに代わって入った菊池がどこへ入るかです。今のところそのままのポジションですかね、まあ、そうですね、はい、さあ田坂監督このタイミングでの選手交代です。松蓮が競り勝ってそのボール大宮が蹴り出して変わったばかりの菊池のところへ。小野寺から楠本ここは頭でつなぎます。見上げながら収めたのは矢野貴章。そして森左足でクロス西矢が素早くブロックに入っています。まだボールは残っています。まあ、最初の攻防のところで、ね、矢野選手がやっぱり早いんですよね。相手ディフェンスよりも裏に出るタイミングというのが、ね、はい、早いので、まあ、しかも、ね、オフサイドにかからないような位置から出てますので、まあ、あの辺の、ね、裏抜け、まあ、ダイレクトで来るというのを、ね、多分そこまで目合ってない中で、まあ、このタイミングでもう誰で来るんだろうっていうところぐらいで出てますので、まあ、これはチームとしてのやり方が、ね、発揮しているからこその裏の取り方だとは思うんですが、はい、まあ、それに対して、ね、まあ、しっかりいい配球のところも出てますし狙いは出てますよね。後半のこの立ち上がり対してサイドを広く使っていきたい山口。佐藤、まあ、これで変えれればベストですね。そうですね、はい、沢井大外の高木大輔ここからどう進めていく。一度中に田中陸楠本から渡辺、まあ、スローダウンしているので慌てなくていいと思いますけどね、はい、山口の方は。そしてそのタクトを握る佐藤健介から右沢井へのパスは少しコースが合いませんでした。ちょっと今の思惑が違いましたか、まあ、佐藤選手としては少し前で受けてよっていうところで沢井選手としては少し前に来たことで大宮選手にねインターセプトされると思ったので取られた時用の動きをしたので、まあ、その分受けてと出してのところがずれましたね。まあ、佐藤選手はそこで前にコントロールしてそのままクロスいけるだろうっていうような意図したボールだよっていうことで多分ねジェスチャーしてたと思うんですが、はい、佐藤健介選手ですね。ここは楠本が処理します。ここまで全試合に出場している楠本です。さあここからもロングスローです。桃谷ニアには矢野貴章ファーに柳がいますが中央狙ってきたこぼれたボール冷めて今度は右サイド柳が残っている。ここは石鹸太郎抑えましたですがラインを割っていました。コーナーキックになります。西矢選手ですね、はい、最初のこぼれ球のところですけど草野選手と競りながらねよくまあそこで止めましたのでこの二次攻撃につながってこのコーナーも取っているので、はい、まあ、何気ない競り合いでしたけどいいディフェンスしましたね。バランサーとして中盤を支えています西矢勇気。さあ栃木にとっては右からのコーナーキックです。キッカーはやはり重谷中央に柳矢野貴章190センチ近い選手が並んでいます。小野寺狙ってきましたがヘッドには届きません。ただまだ栃木ボール柳シュートに行きますがこれはディフェンダーに当たりました。
ファールを取っています。視野の中にはなかったと思いますので、コントロールしてね、浮き球のまま、はい、ボレーシュートっていうイメージだったので、まあ、致し方ないかなっていうところですね、はい。まあ、よく渡辺選手が詰めたというようなシーンですね。佐藤圭介から渡辺博文、前線へ石川から走っていく。さあ高井が追いついた。中央には草野がいる。高木大輔も手を挙げていますが、ここもしっかりブロック。ただまだ山口ボール、一度切り返してペナルティーエリアの中、田中陸自ら持って一度外へ出す。石川中に入れてきた。しかしここは川田周平が自らキャッチしています。まあ、いい形でしたよね、はい、最初あのディフェンスラインから作る中で、まあ、石川選手渡る瞬間にもう高井選手裏狙ってましたし、まあ、最初のコントロールも良くて、最後ねフィニッシュに行ったことで、あのねブロック合いましたけれども、まあ、でも一連のねあの背後を取る動きとか仕掛けるところ、ゴールに向かうプレー非常に良かったですよね。はい、山口としてはもう最後のもうその、まあ、精度といいますか、もう最後のこの一押しだけというところには来ています。まあ、でもそれでもやっぱり栃木のディフェンスがね、はい、集中してますよね。最初高井選手の、突破に対してもね、しっかり大島選手ブロック入ってましたし、はい、その後ね田中選手が持ち出したところにもあの制限がねたくさんかけられててっていうところでしたので、まあ非常にそうですね、あの際のところではやっぱりね、ボールに対してのアプローチっていうのはね前半から引き続き集中できてますね。クロスを上げてもそのフリーな状態でまあ、ヘッドに行くというシーンはほぼないですよ ね、うん、すね。ここまでしっかりと最後のその一押しのところはさせない栃木の守備です。矢野貴章ワンタッチ落として菊池大輔のボールは関健太郎キャッチ、素早く投げます。石川、そしてここにも矢野貴章、沢井、中央佐藤健介を経由して、いいダイレクトでしたね、楠本選手ね、はい。まあ、あのボールが入ってくるとやっぱり栃木あの苦しいですよね、ディフェンスとしては。小松蓮を狙ったボール、田中陸が収めます。大外に高木がいる。その高木にボールが届かない。まあ、狙いとしては悪くないんじゃないですかね。まあ、一つ、ね、楠本選手のいい縦パスの話しましたけれども、はい。まあ、栃木はボールホルダーに対して、ね、しっかりアプローチかけてくる中で、まあ、山口の選手が間いいポジションを取り出しているところにダイレクトで入るとやっぱり前への、ね、プレスを栃木は狙っている中で、あの何気ない、ね、一つ空いている選手にダイレクトが入ると一気にプレスを回避できたりしますので、はい。まあ、ちょっとあの前半よりも、ね、落ち着いてボール持った時に左右も使い出せてきてますよね、この辺ね。さすがに、はい、前半ほど、ね、ずっとプレスの強度っていうのは、ね、保てないので、まあ、でもここでも矢野選手言ってますが、今の佐藤選手に対しては少し息切れなくなってきてますので、ラインを残せるか。小松蓮、沢井ダイレクトで浮かせて高木大輔頭で落とす。佐藤健介中に入れてくる。草野には合わない。ただ外、まだ高井がキープしている。一度戻します。石川、楠本からもう一度右サイドを伺います。高木大輔走り込んでいる。田中陸には出さない。今度はもう一度左仕掛けていくか。ここは山本がついています。田辺、そして佐藤健介、楠本、田中陸、山口はすでに選手交代の準備をしています。二枚替えがありそうです。沢井中に出しますが、これはちょっと危険なファールを取りました。沢井、ね、選手のそうですね、くさびの斜めのボールがちょっとねディフェンス寄りに行ったので、小松蓮にイエローカードが出ます。
倒れているのが小野寺ですか。走りますね。さあここで山口は選手を2枚変えてきます。背番号14番の沢井に代わって背番号15番河合歩夢、そして背番号7番高木大輔に代わって背番号10池上ジョージを投入します。2枚替えてきました。チャンスメイクのできるこの池上、そしてクロスの精度の高い河合を入れてきました。まあ、右サイドのところを2人ね一気に変えてきましたね、はい、ちょっと色の違う2人を入れて攻撃のバリエーションを変えたいというところですかね。左サイドはね今のところ多分石川選手と高井選手のところうまくいっているので、はいはい、そのままですけれど、さあここからクロスを上げてくるか。中には森がいる。その森を狙ったボールですがここは渡辺博文がブロックしています。2011年には期限付き移籍で栃木にも所属していたこの渡辺博文です。ここは低いクロスではありましたが通しませんでした。ただコーナーキックを得ました。後半も17分、キッカーはやはり母屋、中にこの5番の柳、29番の矢野希少がいます。ややゴールから離れた真ん中、高いボール、柳を狙ったボールでしたでしょうか。関健太郎が抑えています。うん、まあ、関選手早くプレーしたかったんですけどもね、栃木の方がいい返りをしたので早いスローインできなかったですね。はい、田中陸、ここはじっくり作ります。1点を山口、佐藤健介選手が、ね、ちょっと時間使い出せたので、はい、落ちてますよね。ここでは落ちて3枚真ん中に、両センターバックの真ん中に落ちて、はい、ビルドアップのところ最終ラインのところに参加しだしましたね。縦のパスに草野が反応して、高井がまあディフェンダーの前に出たところではありますがラインを割っています。山口ボール、渡辺とこの楠本2人のセンターバック、そこから一度縦に田中陸、ここを2人で囲います。栃木、森ワンタッチ、矢野希少、いや森がそのまま収めた。さあドリブルでペナルティーエリアの中に侵入していく。フォローが欲しい母屋、どう仕掛けていくか。中には矢野希少、ここからクロスは上げられない。小野寺頭で返して一気に陣地を押し返します。そして大宮がここにカバーに来ている。ファールはありません。縦に入れてこれが収まります。矢野希少、山本から佐藤翔、大きく左へはたく。ただこれは合いません。こうした形で、まあ、先ほど中島さんのお話ありましたように山口も後ろからのビルドアップ、この後半に入って、まあ、徐々にこの時間帯が増えてきましたね。そうですね、ゲームが落ち着いて、そうですね、プレッシャー、中央小松蓮、草野ワンタッチでつないで池上ジョージには届かない。まあ、少しそうですね、地上戦がね多くなってきたので、はい、まあ、こういう時間を作れて、まあ、落ちる時間帯ができてますよね。なので落ちてますよね。まあ、真ん中に佐藤健介選手落ちることもあれば、はい、両センターバック、まあ、特に右の方に落ちることが多いんですけれども、はい、この今のような形ですね。はい、まあ、ここでは落ちないですけれど、はい、まあ、相手のプレッシャーの出方によってですよね。2枚で回せるときなら落ちないですけれども、2トップそのまま来たら1枚落ちたら3対2になるので優位になりますよね。落ちる形もあればそのまま中盤にいたりっていうのを、まあ、臨機応変にやりながらですね。そしてまあそこから先ほどの縦の、ね、長いパスっていうのもありましたが、
ここはオフサイドとなり、ここはラインを割っています。まあ、そうやって落ちた時に山口としてはね、田中陸選手が真ん中で1枚で動かすことになるんですけれども、まあそこに対してのやっぱり栃木のディフェンスね、かなり激しいプレッシャー狙ってて、あの先ほどボールを奪い切って決定機になりかけたシーンっていうのもありましたので、まあ逆に栃木はそうですね、そこでね狙えればチャンスっていうのはね、大きなゴールのチャンスにつながるっていうのもね、一つ中盤に入ってくる狙い目っていうのはありますよね。はい、渡辺から佐藤健介、そして楠本、池上、ジョージ、代わって入った池上から代わって入った河合歩、右サイド中に入っていく、一度戻す、精度の高いクロスがあります。かわいい、そしてこの池上ジョージ。まあでも森センター中に入っていく。かわいいのクロス。池上を狙いますが届きません。まだあります。佐藤健介。ふわりと中に入れてきます。しかしこれも弾き返されます。まあ、あの単純にね、弾き返す2枚は強いですよね。はい、小野寺選手と柳選手はね。はい。山口ボールです。佐藤健介縦に入れてきたワンタッチ、まあ、こういったボールでも草野選手入るようになってきましたよね、はい、サイドを使ってから斜めの、ね、トップに対して入って、その次が狙ってて、あの池上選手だったりね、もう一人小松選手とかが狙ってて、草野選手そこにダイレクトでうまく狙ってるので、まあ、精度が合えばというところまで来てますよね。合わせたというと語弊があるかもしれませんが、ある程度その栃木のやり方に近いところもあった前半から、徐々にその山口の、まあ、普段の形になりつつある。そうですね、しっかりボール握った時には縦に速いだけではなく、ボールをしっかり横幅も使いながら、選手間の、ね、距離も取りながらっていうところは出てきつつありますよね。はい、左を使う、ここは矢野貴章に収まりました。右に山本が抜けようかというところでしたが、渡辺博文がカットしています。高い縦に入れる草野を走らせるボールですが、ここは先に柳が追いついています。小松ペナルティエリアの中、田中陸、ただこぼれたところをしっかりクリアします。ここまで出てきているゴールキーパー関健太郎、ちょっと足を取られたか。渡辺から関健太郎へ、ここに佐藤健介が落ちてきています。大体このサイドハーフ2人がそうですね、山本選手と森選手がプレッシャーかけるスイッチ役ですね。はい、前半と比べてそのプレスをかける範囲といいますか、そのスタート地点はいかがでしょうか。低くはないですけれども、あ、チャンスですね。さあ池上が中に切り込んでいく、振りになっている小松練習とはヒットしない。ここでファールを取りました。あ、いえ、飲水タイムですね。飲水タイムです。ファールの後ですね。交代、はいね、の前に飲水タイムですね。最後は矢野貴章が倒されていました。今のも小松フリーの位置でのシュートではありましたが、うん、うまくヒットしませんでした。まあ、でもちょっと山口としてはいい形出ましたよね。はい、サイドハーフね、栃木の、森選手がね行ったところで、やはり、
高い位置では行ってるんですけれども次の選手は、ね、遅れたりするとサイドが、ね、起点空きますので、まあ、パス数もだいぶ、はい、一気に増えましたね、はい、山口351増えてきましたし、まあ、シェア率も、ね、断然上がりましたけれど、まあ、この辺栃木の方が、まあ、前から行きたいのはありますけれど次が、ね、つながってないと今みたいに、ちょっとサイドを割られて、はい、あのズレが出て危ないシーンというのが、ね、出てくるので、まあ、この辺の行く行かないのジャッジというのが、ね、これからは必要になってくるのかなと思いますけどね。サイドハーフですね、森選手、はい、山本選手ら辺がね、もちろん約束事としてかなり行くんですが、ちょっと出過ぎない時も必要かなと、うん、そしてこの飲水タイムの間に両チーム選手交代がありました。まずは山口、背番号18番小松蓮に代わって24番の梅木、そして栃木は今画面表示が出ています、背番号17番山本に代わって背番号13番松岡リムが入っています。まあ、松岡選手もねまた強度ある選手ですかね、プレッシャーのスピードもありますし、はい、まあ、左足で持ってからねテクニックもありますので、こちらも今年新加入した松岡リムです。まあ、それぞれの、まあ、今までの試合を見ているとこの栃木もその交代で入ってくる選手が、まあ、とにかくスピードもありますし、うん、このプレスの強度も非常に高い選手が次々と投入されてくるわけですね。そこからこの1点をどう追いかけていくのか、山口、渡辺博文、縦に入れていく草野、相手を背負いながらキープ、ただここは奪います。あとは1回じゃなくて2度追い3度追いするんですよね。はい、まあ、最初の目の前の自分の目の前の選手にプレッシャー行って、その後横パスが出た、その横パス出た選手に対してももう一度行って、その次を他の選手が狙ってたりと、はい、まあ、1回で終わらないので次が助かりますよね。多分1回だけ行って横パスされて終わってたらその苦しいだけなので、次が1人だけ行ってると苦しいだけなので、その辺のね連続していけるところが栃木の強みかなと思いますけどね。もちろん全てではないですけれども、スイッチ入った時にはその2度追い3度追いっていうのがねできる選手が多いですよね。ただまあそういう話を進めていくと、その中でまあ唯一無二の存在になっているこの矢野貴章の凄みですよね。いや、この年齢でね、はい、そのプレーできるのはね本当びっくりしますけどね、はい、37歳ですよね明日で、そしてここで一気にプレスをかけてきたのが先ほど投入された背番号13番の松岡です。常に競り合いもしているので、はい、敵と競り合うのってかなり疲労高いんですよね。運動量というよりはやっぱり強く力で押さらなければいけないですし、常にジャンプしたりしてヘディングの、ね、競り合いとかもしてますし、あとはプレスに行く時もねトップスピードで行ってたりとね、まあ、日頃のね、まあ、積み重ねだとは思うんですけれどもね、うん、明日37歳になります、矢野貴章です。さあ、そして山口も1枚その前線を変えてきました。小松に変えて梅木翼です。この位置からフリーキック、母屋から左の柳を狙った形しました。ここはしっかりプレー切って、はい、そうですね、ロングスローできますので、そうですね、まあ、狙い通りですよね。さあ、この柳です。今シーズンすでに1つゴールを決めています。昨シーズンも35試合に出場して6ゴール、そして6ゴールのうち5つが頭で決めています。188センチ、柳康隆です。さあ、6ボール、ロングスローから頭ですらして柳のところには届かない。ここで森、柳に預ける、ちょこんと前に出して柳のクロス、ちょっと遠かったか、佐藤翔、森、最後は自ら狙ったボールでしょうか。
柳のクロスというシーンもありましたね、うん、そうですね、まあ、その前の作りのところもね、前向いて仕掛ける感じなんかもね、フォワード顔負けのようなところから落ち着いて作ってのあチャンスですね。さあ短い手数でさ、河合右サイド、中には梅木、そして草野が追い越していく。どのタイミングで入れてくるか、正面梅木が落として草野一度かわして右足シュート、これは相手に当たってここも捉えきれない。落ち着いてましたけどね、多分最後フィニッシュのところは、まあ、相手のいる方にあえて打ってまたとかを抜けて逆サイドっていうイメージだったとは思うんですけれども、しっかりスライディング行ったことでね、はい、コースに隙を作らなかったね、時にもいいディフェンスしましたね。ただここでコーナーキックを得ました。佐藤健介のキック、中央に梅木、そして楠本、渡辺、ファーサイド渡辺のヘッド、あ最後は梅木ですね、梅木のヘッドでした。まあ、早いボールが出たので川田選手出ましたけどね、はい、触りきれずにっていうところでしたけどね、大外から中に入ってきた梅木のヘッドでした、はい、まあ、枠を捉えてればっていうところでしたけどね、まあ、それでも矢野選手ともう一人ですかね、はい、誰かしっかりカバーに戻ってましたよね。川田選手が出たところを、まあ、打たれてもいいようにっていうこの辺の集中力もねしっかり保ってましたね。後半も間もなく32分です。選手を期待して栃木のサポーターもこの山口に来ています。そして山口は交代カードを準備しています。2枚準備していますね。川野幸太と神垣陸の姿が見えます。今シーズンホームで勝利がない山口、ここで交代カードを切ってきました。田中陸に代えて神垣陸、そして高井一馬に代えてフォワードの川野幸太を投入します。1枚、そして中盤できるルーキーの神垣陸をここで投入してきました。山口、神垣選手がボランチ、そうですね、そうですね、田中陸のところに、そうですね、はい、で草野選手が高井選手のいた左サイドハーフのところですね。で一番前に川野選手と梅木選手ですね、はい、ボランチ、そして J2 最年少ゴールの記録を持つこの川野幸太、若い選手を2枚ここで入れてきました山口渡辺監督です。神谷から楠本、一度ここまで戻します。ゴールキーパー関健太郎から左へ、またここで松岡こぼれたところ、後ろから一気に菊池大輔が追います。佐藤健介から池上を狙ったボールですが、ここは栃木ボールになります。森追い越していく、桃谷オフサイド、ただその前にオフサイドありましたね、旗が上がっています。まあ、ここでも矢野選手ねボールサイド来るんですよね、はい、なので近いところはで、ここでやめないでまた自分のいるべきところにまた中央までね帰ってますよね。縦に入れてくる草野を狙ったボールですから、この最前線のこの、まあ、今日時点で36歳のこの矢野騎手がここまで踏ん張るわけですから、本当頼りになりますよね。そうですね、まあ、他の選手やらざるを得ないですよね。そうですね、
絶対に手抜けないですよね。さあ右サイド河合、楠本が一気に左へ、西川中に入れてきた、西矢が頭でかき出します。ライン際先に出てましたよね、はい、その前のライン際のプレーですね。ゴールキックになります。まあ、大島選手ね、いい対応してますよね。はい、もともとはそのフォワードの選手なわけですが、うん、まあ、高井選手もね、ドリブル得意な選手、先ほどまではね、しっかり対応してましたし、はい、まあ、この突破に対してもね、しっかりついていってますよね。決定力があって、なおかつこの両サイドバック、まあ、サイドハーフも対応できるこのユーティリティです。川田修平前線へ、ただ思ったよりボールが伸びたでしょうか。ここで一気に2人が囲んできます。矢野貴章と菊池が挟んで、ただ山口ボール、石川そのままボールを運んでいく。左に草野、佐藤健介、一度戻して今度は右を伺う。まあ、栃木この前に行くスピードだけじゃなくてね、後ろに帰るスピードも速いですよね、はい、一気にもうあっという間にラインを引いています。さあ川野幸太ちょこんとしてペナルティーエリアの中、梅木には届かない、まだ河合がいる。池上ジョージのクロス、低いボール合わせて、いやー触りましたかね、しかしこれはキーパー川田修平が抑えています。どうですかね、最後は梅木のところ、低いこのクロスを、あ、触ってますね、一度手で触って、それがクロスバーに当たって落ちてきた形になりました。ここは川田修平よく触りました。その後もね、しっかり収めてますし、はい、顔の近辺ね、手出にくいと思うんですけれどもね、よく反応しましたね、はい、まあ、この J3 での戦いを知る、まあ、サイコさんの一人でもあります川田修平。さあ後ろからしっかり繋いでいくルーキー神垣陸、縦に入れていく、くさびを入れようかというパスですが、しかしここは栃木森から最前線、ただここは旗が上がっています。13番松岡にも、最終ラインからのこのビルドアップ、楠本後半に入ってこうやってじっくりと作る機会が増えてはいますが、なかなかその決定機というところまではそれほど数多くは作れていません。まあ本当ね、栃木の方前線の選手もね、目の前ボールに行ってるので目立つんですけれども、はい、ダブルボランチも本当にね、かなり運動量豊富でね、いい働きしてますよね。前に行くときにはしっかりついていきますし、後ろに下がったときサイドバックが出たらそのカバーも行ったりと、はい、さあクロスを上げていく、大外、草野には届かない、石川もう一度上げてくる、まあ、その2人のカバー能力があるので、まあ、前線も、ね、思い切っていけてますし、その後佐藤翔から、はい、その16番の菊池大輔ボール、しかし奪いました。さあ草野中に切り込んでいく、一度預ける池上、一度フェイントを入れて河合ダイレクトでクロス、草野が飛ぶ、まだある、しかしここもかき出す、かき出したのがそのボランチの西矢です。まあ、ここではそうですね、ボランチ画面には映ってないですけど、バックの前で網を入りながら、はい、これサイド行った時はサイドのカバーもしてますよね、はい、西矢選手ね、今そうですね、最前線、まあ、そして
まあ、強力なこのセンターバック、まあ、最終ライン、さらにはまあそこをまあ上下に動いてフォローするこのボランチの固い守り、1点リードの栃木、ここまで何度も訪れているピンチを跳ね返しています。ここで栃木がもう1枚カードを切ってきます。右サイドバック背番号19番大島に代わって36番の乾大地をここで投入します。ここで守りの選手を1人入れます。2年ぶりに期限付き移籍で復帰しました、この元々は本職はセンターバックの選手です。3バックにしますかね、はい、どうですかね、分かります、ちょっと見てみたいと思います。エリアの中から楠本、渡辺を経由して今度もう一度作り直す。後半はすでに40分を過ぎています。そして相手陣地にボールが行くと一気に全員がラインを上げてくるわけですね。こうして栃木は、まあ、そうですね、松岡選手が、はい、そうですね、最終ラインまで落ちているので5バックになっています ね、 3バックに両サイドが、そうですね、乾選手はだいぶ、後ろ来いって言ってたんで多分そういう指示出てますね、はい、3バックですね。左に預けて石川、ただもう時間はあまり残されていない山口、1点を追います。佐藤健介、右に叩く川井歩夢、中には2枚ふわりと浮かせますが、ここも川田周平がつかみます。川のコーターを狙ったボールでしたがこれも届かない。そして前線ではターゲットにもなりファーストディフェンダーにもなりの矢野貴章がいます。しっかり追いかけます。縦に入れるような素振りもありますが楠本に預けて今度は右を伺う。何度もこの前線で梅木そして川野浩太がまあ裏を狙った動きを見せてはいますがしっかりとブロックラインを引いている栃木。右へ川井ワンタッチ、中に入れた池上ジョージ、自ら行くか、ライン際低いボール、梅木のヘッドは届かない。どうしてもこのゴールラインをこの枠を捉えることができません。まあ、最初の、ね、川井選手のダイレクトも良かったですし手数をかけながら、まあ、しっかり狙っていいボールを上げましたけどね、厚くちょっと当たりすぎましたかね、はい、まあ、いいポイントにはね梅木選手ね何度かチャンスが来て入れているのでもう一歩ですかね。昨シーズンそのストーミング、まあ、本当に全員がハードワークするサッカーを掲げて躍進を遂げた栃木、ただ去年もその3連勝というのはありませんでした。今シーズン3連敗でスタートしましたがこの山口の地ですでに後半は間もなく44分です。このまま試合を閉じれば去年届かなかった3連勝。一方でホーム初勝利を狙う山口1点を追います。まあ、この辺のね間を閉じ方なんかも、ね、ずっとできてますよね、はい、山口も常に、中も使いながら外を、ね、展開したいんですけど中は、ね、完全に締められているので外回りしかできないので、まあ、今のところはクロスからのシュートというところしか解決策は見出せないようなディフェンスのされ方というのをしてますよね。そしてクロスを入れてきても中央にはまあ非常に当たりも強く高いセンターフォワードが今、はい、センターバックがいます。常に、ね、外回しにさせるような中を閉じてですよね、はい、ここも、まあ、狙ってても入れれないですよね。川井歩夢、
ので、まあ、ちょっと先ほど、ね、池上選手から梅木選手にチャンス作った時みたいな池上選手が、ね、ペナルティーエリアのラインら辺ね、はい、ハーフエリアというチャンス、河合のクロス、ハーフスペースと言われるところを、ね、うまく使ってますけれども、あの辺1回使ってからちょっとディフェンスの目線を変えてからのクロスっていう形じゃないと単純に掘り込んでも難しそうですね、うん、山口としては単純なそのパワープレーの勝負になってくると、まあ、栃木の方がね、はい、分がありますよね。森俊樹です。アディショナルタイムは5分。この90分経ちましたが、非常にこの上下動、守りに攻めにと縦横無尽に活躍しています背番号10をつけた森です。そして矢野貴章、ここも追います。まあ、でも関選手落ち着いてます ね、 そうですね、ギリギリのところでも、まあ、最初出そうとしたところで矢野選手の、ね、動きを見て変えましたね。上江から石川、健介、中には梅木、動き出していますが、なかなかそこに出すことができない池上ジョージ。あとやっぱりここ中閉じたところがボールホルダーに対するこの強度ですよね、はい、この寄せが早いので、なかなか余裕を持ってプレーできないですよね。これもうコントロールした時に近いですよね。はい、ここですか、トラップしていく時間がなかなか取れないという渡辺。神垣から可愛い、まあ、1点を逃げ切るため の、 非常にいいプレーできてますね。はい、楠本、なかなかその出しどころといいますか、持っていくところが見つからないというのが、中に佐藤健介、中に入れましたが、ここはしっかり体を入れていますが、ここでファウルをもらいました。ペナルティーエリアのすぐそばで、さあ後半アディショナルタイム、キャプテンマークをつけた佐藤健介、1点を山口、初勝利を目指す山口、大きなチャンスを迎えています。川田が大きな声でラインに指示を与えています。さあどうする、ふわりと浮かせた、まだあります、しっかり頭でかき出しました。関健太郎ここにいます。そして菊池大輔がここまで出てきています。さあもう一度ペナルティーエリアの中、楠本がここにいる。石川、池上、ジョージ、ここでも矢野貴章がしっかりとプレスをかけます。ふわりと浮かせる、頭で落として草野、まだある、川野、一度戻して池上、ジョージ、今度は右から作っていく梅木。最後までこの栃木のプレスの強度落ちることがありません。上垣陸、中に入れてきた、ここは川田が抑える。集中してますね、はい、隙間がないというのが正しい表現かもしれません。ここでしっかりと時間を使います。さあアディショナルタイム目安の5分台までもう間もなくです。このアウェーの地で3連勝掴むことができるか、1点リードの栃木、しかしホーム山口、差は1点。もうこの後半アディショナルタイムはほとんどこの栃木のエリアでサッカーをしているような状態ですが、しかしなかなかチャンスを見つけることができない。途
中出場の松岡リム、しっかりと素早いプレスをかけます。さあ目安の5分台、中に入れてくる。松岡は外へかき出す。ここで長い笛。第6節山口と栃木の試合は栃木が去年つかめなかった3連勝、このアウェーの地で1点を最後の最後まで強度を落とすことなく守りきりました。開幕3連敗の後にこの3連勝、最後の最後までこの強さを見せてくれましたね。そうですね、チームとしてのね規律をね、まあ、誰一人サボることなくね最後までやり通して勝ち切るための戦いっていうのをね最後まで栃木はしっかりできたのかなと、まあ、チャンスこそねたくさん多くは作れなかったですけれども、セットプレーをねしっかり取りながら要所を締めてっていうね、アウェーでの地でしっかり戦えたゲームでしたよね。はい、まあ、山口の方としては、まあ、終盤落ち着いた中でサイド攻撃を、狙いながらね中でもしっかり合わせてもう一歩というところまでと、まあ、前半の入りなんかもね悪くはなかったと思いますし、ゲーム全体通しては集中もしっかりできてて、はい、チャンスもねそれほど作らせなかったので悪いゲームではなかったとは思いますけれども、もう一歩取るところっていうところで取れなかったことで落としたゲームですかね。この今画面に映っていますジュニーニョ加入、そして今季の初ゴール、この1点を守りきったゲームでした。一方の山口はホーム初勝利はなりませんでしたが、ただチャンス、まあ、見せ場たくさん作った、まあ、今中島さんの、ね、言葉にもありましたが、良い場面もたくさん見せていただけにこの今日のこの1対0というスコア。まあ、そうですね、まあ、やるべきことはまあしっかりやれてたとは思いますが、はい、まあ、でもまあこれが勝負なのかなという感じですよね。途中出場の川野幸太です。チャンスは作れどもその一押し、最後の一押しができない、そしてその最後の一押しをさせない栃木の守り、まあ、際のところではね本当にしっかりセーブもできてましたし、ディフェンスのところも、ね、寄せれてたり、まあ、ほぼほぼクリーンにシュートを打たせるシーンというのも、ね、少なかったですよね、はい、ただまあその両チームがその持ち味を見せた中でそれを最後にまあ勝敗を分けた部分というところも、まあ、この後ちょっと中島さんにお伺いしたいと思いますが、はい、まずはフラッシュインタビューです。勝ちました栃木のジュニーニョ選手のインタビューをお聞きいただきます。まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。3連勝です、いかがですか。まあ、acho que estou muito feliz, né, pelo ter marcado o gol e ajudado a equipe a ganhar mais uma vitória consecutiva e vamos pro próximo jogo pra gente ganhar mais uma。まあ、まずは3連戦、3連勝をすることができてすごく嬉しく思います。まあその中でも自分は今日決めることができてさらに嬉しく思いますし、まあ次も引き続き連勝ができればなと思ってます。そのゴールシーンですけれども、セットプレーで弾かれたボール、まあ、しっかりと自らまた打っていきましたけれども、狙いはどんなところにあったんでしょう。オブジェクティブはマーカーディレクトね、まあ、não peguei bem na bolaE graças a Deus no rebote ali eu fui feliz e fiz o gol。まあ、本当は一発目で決めたかったところではあったんですけども、本当に運よくボールが転がってきてそれを決めることができてよかったと思います。改めて今シーズン目標どこに置きますか。まあ、オブジェクティブはセオメロケオアノパサドね、イオブジェクティブ、メオブジェクティブはアジュダオチームアアスヴィトリアファゼゴアシステンシア。まあ、まずチームの目標としては去年よりいい成績を残すこと、まあ、自分の目標としましてはその目標を達成するために貢献すること、まあ、ゴールだったりアシスト、まあ、その他でも貢献したいと思っています。おめでとうございました。ありがとうございます。
勝ちました栃木のジュニーノ選手のインタビューをお聞きいただきました。まあ、あのフリーキック、はい、どちらが蹴るのかな、その母屋選手とジュニーノ選手が並んでどちらが蹴るのかなというところからのスタートでしたけども、はい、あのブロックから、ね、当たってからのプレーでしたからね。そうですね、まあ、画面上そうですね、映像流れている時にゴール方向から抜いた時にかなり集中した様子が見えたので、はい、蹴ってくるかなという雰囲気もありましたけどね、はい、最初のキックの時は、壁に当たってしまった時はちょっと間合いを置いてたので、まあ、集中してましたし、でも力んだのかなという感じでしたけど、その後がうまくリカバリーしましたよね、うん、2つ目の、浮いたボールなんか難しい処理だったとは思うんですけどね、ミートを心がけてるね、非常にいいゴールでしたよね。まあ、あのボールをそのままダイレクトでね、その、まあ、ゴールの右隅に、まあ、突き刺すようなプレーでしたけども、まあ、その1点を守りきって栃木がこのアウェーの地で勝利を収め、そして3連勝を飾っています。まあ、その、まあ、勝敗を分けたポイントという先ほどお話ありましたけども、まあ、やはりその山口としては攻めきれなかった、うん、栃木としてはそのワンチャンスをものにした、はい、これに尽きるのかなと思いますが、はい、いかがでしょうか。まあ、それをものにするためのね、やっぱりチームとしてのやるべきことはね、最後までね集中して発揮できてましたよね。栃木らしさっていう話出ると思いますけれども、はい、さあ、そしてその集中を最後まで切らさなかった栃木、勝ちました栃木の田坂監督のインタビューです。3連勝です、いかがですか。いや、本当に選手が苦しい時間も耐えてくれましたし、また本当サポーターとね、今日は本当一体感あって戦ったような感じがしています。内容を振り返られていかがでしょう。まあ、内容的にはなかなか思うような形ができずですね、まあ、守備のところからいい攻撃につなげたかったんですけど、まあ、なかなか攻撃の回数は少なかったんですけど、まあ、リスタートで1点取ってそこをなんとか1点守りきたというのは、まあ、チームとしても大きいかなと思います。特に前半山口はそのポゼッションだけではない戦い方を選択してきましたが、それへの対応というのはどう評価されますか。まあ、我々の想定内でした。動かしながら中央を狙ってくるとか背後を狙ってくるというのも我々のシミュレーションの中にあったので、まあ、そういうところでも選手をうまく対応してくれて、はめてくれたと思います。それと後半の松岡選手の投入、どんなメッセージを込めて入れられたんでしょう。ちょっと守備の強度が落ちてしまったんで、まあ、リムに、まあ、何度追ってくれと、そういうところでパワーを出してくれっていうところで、彼を入れました。栃木らしさを取り戻したかった、そんな感じですか。まあ、そうですね、守備のところでやっぱ相手を威圧したかったんで、まあ、それでも相手がサイドを使って攻めてきたところ、まあ、なんとか防いだと思います。チームは3連勝、もう波にもう乗るしかない、まあ、そんなテンションだと思いますけれども、次に向けて一言お願いします。まあ、本当昨年3連勝がなかったんでね、またこれを機に一つ一つ勝てるように頑張りたいなと思います。勝ちました栃木の田坂監督のインタビューをお聞きいただきました。まあ、その最後 の、 その松岡選手の投入の意図というところもね、はい、守備の、まあ、少し強度が落ちたという言葉もありましたけどもね、うん、その栃木らしさというのが、まあ、まさにぴったりのような最後の守りでありますとか、うん、その強度の落ちないプレーというところでありましたね。そうですね、まあ、お話にもありましたけど、田坂監督のお話にもありましたけれども、まあ、奪ってから早い攻撃っていうのは確かにね、たくさん出なかったですけれども、まあ、展開として山口自体もね、前半なんかはね、そんなにビルドアップをしっかりやってというよりはやっぱりシンプルにやる形っていうのが多かったので、奪いどころっていうのもね、なかなか難しかったと思うので、攻撃はしのげてたと思いますけれど、ね、いい攻撃とか、あとはボールがね、思った通り動かなかったりとかっていうのもあったと思うので、はい、まあ、それでも本当ね、こういう難しいゲームをセットプレーで取ってゼロに抑えて勝つっていうのができてくると、やっぱりね、上位に行けたりすると思いますのでね、いい勝ち方ですよね。まあ、全部のゲームを、ね、掌握できるというのは難しかったりするので、そういうゲームを、ね、いかにポイントを取り切るかというのは、ね、非常にリーグ戦戦う上では、ね、大事なことなので、ね、いい勝利でしたよね。前節の愛媛に勝った時も、その2対0から本当試合終了間際に、まあ、最後の最後のプレーで1点取られてしまった、はい、まあ、この辺りというのが、まあ、何かの、 そのメッセージではないかというような、田坂監督、試合が終わったとコメントもありましたけども、まあ、それもあってなのか、もう最後の最後までもうこの全く集中を切らさない守りというのが目立ちましたね。はい、そうですね。
さあ今シーズンは、まあ、去年以上の躍進、一桁順位以上を目指す、まあ、一桁順位を目指す、その栃木の、1対0、まあ、完封でその1点を守りきったゲームでした。ただまあその敗れた山口としても、ただこう今までこう後ろからつないでいくようなポジションのサッカーをしていく中で、今日の前半というのはまあいろんな栃木対策というのもありながらも少し違った形が見えたのかなと思いましたが、まあ、栃木対策プラスやっぱりピッチのコンディションもあったと思うんですけどね。後半なんかは少しそのピッチボールもね少し転がってきて、あと強度が落ちたところで、まあ、通常の戦い方のようなところでサイドからの、ね、攻撃でチャンスも作ってましたよね、はい、さあでは今日のその試合ハイライトで振り返ってまいりましょう。3連勝を目指すアウェー栃木、そしてホーム初勝利を狙う山口との試合です。まずは前半17分、栃木です。背番号11番ジュニーニョのこのシュート、しかしこれはキーパー関健太郎の正面でした。これは高い位置で奪ってね、早い攻撃フィニッシュまでつなげられたいいシーンでしたね。そして前半40分、この高いのシュートをヒットせず、しかし石川がカバーをしてこのクロス、しかしこれは誰にも合いませんでした。まあ、ここはね多くの人数がかかって完全に崩しきって高い選手がミートできてればっていうようなシーンでしたけどね、はい。まあ、ここの最後のところではまあいい小野寺選手の寄せでしたね。そして前半終了間際フリーキックから自ら蹴ったボール、返ってきたボールをジュニーニョ右足一閃、うん、2つ目のシュートはそれほど強いボールではないですけれども、ね、ディフェンスがたくさんいる中スリッピーなピッチを、ね、転げていったのでキーパーとしても難しかったですし、まあ、ミートだけを転がけたことが本当に、ね、非常に良かったと思いますね。見事なシュートで栃木が前半終了間際に先制します。そして後半です。山口、草野のこのシュートは相手のブロックに当たります。カースまでは落ち着いてましたし、シュートもね、まあ、多分足を出してくる股を狙ってというところだったと思います。そして同じく31分、山口コーナーキックからのこの梅木のヘディングは、まあ、キーパーがね勝選手がちょっと触れなかったので枠にさえ飛ばしてればっていうシーンでしたけどね、はい。そして82分、池上からのこの梅木のシュートは、いやこれはよく触りましたね、はい。ゴールキーパー川田のナイスセーブ、本当に顔の近くだったんですね、はい、このボール。そしてその後もこぼすことなくしっかりキャッチしました。そして試合終了間際、山口、池上の一度この切り返してのクロスから梅木のヘッド、これも枠を捉えることができませんでした。まあ、ニアで、ね、うまくマークを外しながらいい形を作り出しましたけれど、そして最後はこの田坂監督のガッツポーズ、栃木がアウェーの地で3連勝飾ったゲームでした。さあそれでは後半の J スタッツご覧いただきましょう。まあ、シュートの本数山口も多かったんですが、まあ、パスのこの多さですね、まあ、前半終了100台でしたよね、はい、100半ばからちょっと後半ぐらいだったので、はい。まあ、断然ね展開変わりましたよね。まあ、特に後半終盤はそうですね、栃木が自陣でそうですね、ディフェンスをすることになったので増えましたけれど、まあ、特にサイドからね攻撃、まあ、ハイライトにもありましたけどもう一歩というところまで行ってましたけどね、うん、山口の方も。ただ前半と後半でその山口の攻め方がガラッと変わったようなゲームでもありました、うん、そして支配率 66% 山口、プレーエリアはまあ、ややばらけたかなという前半よりはというイメージではありますが、前半は真ん中が 41% でしたか。まあ、でも、まあ、支配と勝敗は、ね、別っていうのを、ね、よく表している数字かなと思いますけどね、はい、支配と勝敗が別、確かにそうですね。さあそしてアタッキングサイドです。山口は右サイド、まあ、後半から池上そして河合を投入したサイドの攻撃が多いという形になりました。まあ、最後のチャンスもこの右からが多かったですね、うん、その河合のところからのクロスだとかっていうのは。そうですね、池上選手もねそちら側でね起点になるような動きからのチャンスメイクしてましたよね。
そして栃木のアタッキングサイド、まあ、左右バランスよくといったところではあります。左の森、そして右は、まあ、途中投入された松岡の、まあ、いい動きもありました。そうですね、まあ、なかなか攻撃でね、押し込んでというシーンはね、で出せなかったですけどね、はい、うん、12位の選手、そうですね、はい、シュート数は12位の4本ということになっています。まあ、途中投入された梅木、山口の梅木のシュート3本もありましたけど、まあ、いずれももう決定機というシーンでしたね、はい、そうですね、まあ、いいセーブもありましたけれども、本人としては、まあ、コーナーのところだったり最後サイドから合わせたところは枠には持ってきたかったかなというシーンですかね。はい、そしてパス数はそれぞれご覧のようになっています。まあ、やはり、まあ、後半のパスの多さを考えるとこういう形になりますよね、うん、そうですね。さあ、そして今日の注目選手、山口草野、そして栃木は矢野貴章を挙げていただきましたが、それぞれのスタッツ見比べていきましょう。ヒートマップです。この草野は前半とまあそれほど大きく変わってはいませんが、うん、この矢野貴章の動きですね。そうですね、まあ、最後ね、笛が鳴った瞬間、まあ、一番疲れた様子を見せてましたけれども、はい、まあ、そうだろうなっていう感じはしますけれども、でも本当にね、最後までね、スピードこそね、強度こそ落ちましたけれども、やっぱりサボらずね、左右に振られながらね、あれだけ動いてて、そうですね、競り合いも前半から常にやり続けてて、本当にね、頭下がるようなね、プレーぶりでしたよね。明日が誕生日、まあ、前祝いのゲームという形にはなりました。受ける形が多かったので、まあ、ややこう一番動いたところは、まあ、はい、ピッチの中央というところになっていますが、さあ、そして敗れた山口、渡辺監督のインタビューをここでお聞きいただきます。まずはお疲れ様でした。90分振り返っての感想からお願いします。まあ、ピッチコンディションも考えて、90分をどうやってこうゲームコントロールしていくか、そこは非常にこう選手がよく考えてやってくれたと思います。ただ、まあ、スコアが動くとしたら、まあ、相手にはまあ多分リスタートぐらいしかないと思っていたので、まあ、そこは本当に不用意でしたね。猛省しなきゃいけないと思います。その栃木対策という部分もあったのかもしれませんけれども、今日の狙いとしていたところというのはどういったところだったんでしょうか。いや、相手のどこをつくかというものは、イメージとしてはしっかりとありました。ただそれをじゃあどれぐらい意図的にやれるかっていうものを考えたときには、ちょっとピッチコンディションがこういう状況だったので、もうシンプルにやるしかないと。ただその中でも前半しっかりと我々が相手陣に押し込んだり、フィニッシュまで行くチャンスあったので、そういったところはしっかりと相手を見てやれたと思います。そのあたり監督が試合前におっしゃっていた、まあ、クオリティの部分というところでしょうか。まあ、後半あれだけボールを動かしてボックスの中に入って、まあ、フィニッシュまで行けた、まあ、もちろんあれで仕留められないんだったらもっとチャンスを増やさなきゃいけない、まあ、でも今選手にも言いましたけども、クオリティ高めるのはもう自分たち次第なので、どれぐらいそこに本気になってんだっていうものを日々のトレーニングから見つめ直したいと思います。では次に向けて最後一言お願いします。いや、もうこれだけサポーターに待たせているのでね、次またしっかりと、まあ、あれですけどもいい準備して、勝利というものを届けたいと思います。山口の渡辺進監督のインタビューをお聞きいただきました。確かにおっしゃるようにいい形というのはたくさん、ね、作れる部分もありましたし、まあ、このピッチコンディションの中でのプレーと考えたときに、また新たな可能性というのは一つ見えたのかなと思いますが、いかがですか中島さん。そうですね、早い攻撃なんかもね、前半なんかは見えましたし、まあ、サイド、ね、ピッチコンディション悪い中でも厚みを出してね、両サイドバックも関わって、ペナルティーエリアの中に入って、ね、枚数もかけたり2次攻撃、3次攻撃したりっていうことも、ね、できてましたのでね、はい、まあ、あとは本当、ね、どのチームも課題だとは思いますけど、最後の、ね、クオリティのところですかね、決定力ですね、はい、そして他会場の試合結果、試合経過です。まあ、昨日行われた試合で琉球が引き分けました。そして今日の試合で新潟も相模原と引き分けています、うん、それぞれ勝ち点1を、まあ、積む形で、またその勝ち点では並んでいる状態ということになっています。そしてこの 第6節での順位表です。勝った栃木は勝ち点3を上積みしまして、一気に9位まで上がりました、うん、勝ち点9ということになっています。
そして敗れた山口は勝ち点はそのままです。19位に後退をしています。まあ、の渡辺監督の言葉の中に、まあ、これだけ、ね、サポーターを待たせているのでという言葉もありましたが、まあ、ホームの初勝利というのもね、うん、早くサポーター見たいかなというところではありますが、次節の対戦カードです。山口はアウェーで東京ヴェルディと対戦します。そして今日勝ちましたアウェーの、栃木、次の試合はホームでの試合になります。相模原との試合になります。新潟と引き分けた相模原との試合ですね、はい、どんな戦いを見せてくれるのか楽しみです。さあ、お伝えしてまいりましたように、今日のゲームここまでの解説は中島浩二さん、レポーターは徳田智代さん、実況は楢崎瑠衣でお伝えいたしました。中島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。明治安田生命 J2 リーグ、レノファ山口 FC VS 栃木 SC、 1点を栃木らしいサッカーで守り切って、栃木が3連勝を達成したゲームでした。この試合は維新ミライフスタジアムよりお届けいたしました。